どうも皆さんこんばんは、野良猫です。ではね、銃声とダイヤモンド続きをやっていってみようかなと思うんですけど、前回ですね、前回あと PSP での交渉ちょっといいですか。あのゲーム始める前に、前回もう完全にブラックアウトして、もう全然起動もしなくて、でその後再起動してみたんですよ。再起動したらもうゲームを一切読み込まなくなるという事態に陥って、うわ完全に死んだって思って完全に死んだわこれって、まあ思ってですね。でもそのキュルキュルいう音をね、直したいっていうので、まあ、起動云々はちょっと、直せるかどうかわかんないけど、キュルキュルする音を直すために、オイルを、買ったんですよ。買って、ホームセンターで買って、で、PSP の、ゲーム入れる部分、の部分に油を刺してで、そしたらまあなんか音はちょっと静かになったんですよ。原因はわからないんですけど、そのなんか油を刺すといいみたいな、オイルを刺すといいみたいな、そのネットで見て、そういう風にやるとキュルキュル音がなくなると。でそれを試してみたら、実際試してみたら本当に音は静かになってですね、ついさっきまでキュルキュルガリガリキュルーンみたいな音が鳴ってたのに、スーカチャスーカチャぐらいなでも実際ゲーム自体は起動できなくて、だからまあとりあえずその音自体はなんとか今のところは良くて、そう自転車とかに刺すやつを自転車とかに本来はねやるみたいなやつを PSP のそのところにも刺したんですよ。そしたら音はまあでも完全にじゃないんですけどね、たまにもちろんまだ刺したばっかりだから今日やったからまだ完全にではなくてですね、でまだちょっと不確定要素は多いんですけど、まだはっきりしないんですけど、ただゲームがね、ずっと起動できてなかったんですよ。うわ、これダメかなと思って、つい10分、数分前ぐらいに、ちょっともう PSP を、なんかもうね、もうと思って、こうごちゃごちゃ、中をごしょごしょやったんですよ、もうなんかもう。もう全然やってくんないから、起動してくれない。反応してくれないから、ね。で、ガシャガシャやったら、着きました。わかんないです。理由が。なんで今、この銃声とダイヤモンドが起動できたのかも謎。油を、その、やったことにより、その、オイルをやったことにより、すべてがいい方向に回ったのかもしれない。と、今は、思ってますが。いやもうそうだよね。その、精密機械じゃん。もう、なんか、いろんな部品とかあってさ、これどうなんて思ったけど、まあネットで見た情報で、それやるといいよっていうのがあったから、まあその、試したんですけど、本当にそれは、正解だったのかなって、今はちょっと思ってますけど。ただわかんない。このゲームやってる最中にとんでもないことになるかもしれない。それはまだわかりません。だって、本当に、ちょっと前までは、もう全然起動できないぐらいの状態で、なおかつ音もとんでもなかったんで、
それが急に治るとは考えにくいので、ね、もうこれで治ってたらほんと魔法なんだよな。とりあえず今は静かですね。まあじゃあやっていってみましょうか。前回は、エピソード1でチャプター2に行きますよみたいなところで終わったんすよね。終わったんすよ。行きましょうか。なんか、カズヤが、原カズヤが捕まっただのなんだの。あ、でも静かだな。中島さんっすね。一家から連絡があった。原カズヤが捕まったわ。何ですって？容疑は放火よ。え？あいつ放火したの？昨日の晩、姉のマンションに火をつけたの。現行犯だから言い残りはできないわね。え、何やってんのあいつ。被害はぼやで済んだ。死傷者は出ていないわ。自白したんですか？ついさっき。初めは黙秘してたって担当の刑事が言ってた。それにしても妙、そうですね、変な話だ。なんで急に放火を。そうな、姉を狙ったとしか思えない。え、これは前回分かったのは、そのまあ、まずね、原和也さんが姉がストーカーに遭ってるとっていうことで相談があって、警察に でその本当の本人に聞いたら、いや、そんな目には遭ってません、そんな目に遭ってませんと。弟がもう妄想に取り憑かれてるだけで。で、結婚相談所にも行ってるって、結婚相談所でも話を聞いたんだけど、まあ、どこに、その時は教えてくれなくて。で、元恋人にも会ったけど、まあ、過去にこの原和也君、弟君は、ストーカーに会ってるって妄想で、一悶着起こしたことがあると。っていう流れの中で、で、前回最後に判明したのが、その結婚相談所の桜井所長だっけ、桜井所長が実は桜田って名前で、詐欺をしてたと。詐欺をしてました。で、捕まってました。ってのが分かって、で、しかもその時にやってたのが、だから結婚相談所で、詐欺してたっていうことなんですよね。で、今回も結婚相談所やってるから詐欺やってんじゃねっていうのはあるのではないかという流れの中で、この弟さんの逮捕。姉を狙ったとしか思えない。火をつけたのは部屋の中でですか？いいえ、ドアの外に新聞紙の入った紙袋を置いてそれに火をつけたらしい。本人に話は聞けますか？今すぐは無理ね。我々は部外者。それより鬼塚さん、夏子さんはどこにいるかわかる？世田谷の、セントコレジア病院。入院してますよ。そこで一度会ってます。誰に聞いたの？和也くんに聞きました。北海道の実家には、連絡しました。長所の電話番号が違ってたわ。え？え、待って、どういうことそれ。どういうこと？あの番号にかけても田中さんしか出ない。待って。そうか、確かに変ね。原和也はお姉さんが自宅にいないことを知ってて放火した。あ、そうだよね。そうじゃん。入院してるの分かってて、ん？そのさ、逮捕されたやつさ、原和也じゃないんじゃない？原和也じゃないのでは？会ってみれば分かるよな。そういうことになりますね。おかしな話ね。そいつ本当に原和也ですか？でも理由は分かります。和也くんはストーカーの存在を証明したか
まあ。そうか。ストーカーっていうのがいるっていう証明をしたかった。どういうこと？ストーカーがいると主張してるのに誰も信じてくれない。だから自分で放火してストーカーの存在を認めさせようとした。なるほどね。弟がストーカー？被害届を出した本人が？違うんです。夏子さんはストーカーの存在を否定していました。ストーカーは和也くんの妄想、初めから存在していない。だけどみんなには存在を認めてほしい。だから火をつけた。和也くんって統合失調症なんです。やっと事情が飲み込めた。それは確かなこと？本人が認めてました。これはね、確かに本人も。わかった。今の話、担当の捜査官に伝えておく。二人には夏子さんへの連絡をお願いしてもいい？わかりました。病院に行ってきます。お願いします。中島さん。和也くんと話せるようにしてもらえませんか？拘置所に送られる前に。ストーカーの存在を証明したくてやったんかな？いいでしょう。上に頼んでみます。でも期待しないで。放火は管轄外だからあまり無理は言えないわ。わかってます。おや？おやおや？何してるの？一昔前の盗聴器だ。部屋に取り付けるタイプ？いや、持ち歩くやつだな。こんな大きい機材もう使えないわ。いや、そうでもない。病院に行くんでしょ？早く行きましょう。これでなんかすんのか？ああ、すぐ行くよ。盗聴器を使って？和也が捕まった？放火なんてどうして？どうなんでしょうね。詳しいことはまだ。でもできるだけ早くお知らせした方がいいと思いまして。でもあなたいないって分かっててやったっていうのは、まあそうでしょうね。あなたが入院してるってのは分かってるわけだから。和也くんは鍵を持ってました？え、鍵ですか？あなたのマンションの合鍵です。ああ、部屋の鍵ね。え、渡してましたよ。そうですか。わかりません。どういうこと？和也くんは部屋の外で火をつけた。鍵を持ってるのに？はい、そうです。おかしな話ですよね。鍵を持ってるのにわざわざ外で火をつけた。ストーカーの仕業に見せかけるために。そうですか。やっとわかりました。最近落ち着いてたから安心してたんですけど、またやったのに。また？昔もそういうことがありました。放火ですか？違うわ。無言電話、それから嫌がらせの手紙。スプレーでドアにいたずら書き。え？原和也さん自身がしてたと？部屋の中をめちゃめちゃに荒らされたこともあります。え？あ、そうなんですか。いつの話ですか？1年以上も前の話です。警察に被害届は？出すわけありません。自分の弟がやったことですから。弟さんがやったという証拠は？証拠なんて必要ありません。自分がやったって本人が言いました。そうなんですか。かわいそうな子です。あの事故があってからすっかり変わっちゃって。あの事故。和也から聞いてませんか？ええ。統合失調症になった、あれがあんの？あの子が大学に入ったとして、父と母が一緒に亡くなったんです。飛行機事故でした。そうですか。現実を受け入れることができなかったんですね。もともと優しくて繊細な子だったから。なんだか急に私に執着するようになって。まあでも、もう肉親がね、あなたしかいない。執着というかまあ、特別な感じはあるでしょうね。大変でした。
事情も知らず、いろいろ詮索してごめんなさい。いえ、いいんです。和也くんの病気も、その事故が原因だと考えていますか？鬼塚さん、もうやめてください。いえ、いいんです。私はあの事故が原因だと思ってます。それまでは本当に明るくて、いい子でしたから。わかりました。刑事さん、和也はどうなるんでしょうか？現行犯ですから起訴されると思います。事情を話せば許してもらえませんか？執行猶予がつく可能性はありますね。これ、でもなんでそんなことをしたんだろうな。これをやることによって警察は確実に動くじゃないですか。だから、本当だから警察にもうちゃんと動いてほしいからそこまでやったのかな。執行猶予がつく可能性はありますね。警察に行けば面会できるんでしょうか。拘置所に移されるまでは難しいかもしれません。ちょっとだけでいいんです。顔を見るだけでも。聞いてみましょう。お願いします。会えるなら携帯に連絡をください。深夜でも構いません。わかりました。なるほどね。事情はわかった。頼んでみるよ。ありがとうございます。それと片桐さん、俺も和也くんに会えませんか？どうしてだ？確かめたいことがあります。なんでこんなことをやったんか。事件は捜査一課の管轄になった。あまりこっちが首を突っ込むと向こうもいい気はしない。そこをなんとか、一度だけ本人に会わせてください。何か掴んでるのか？確信はありません。確かめたいだけです。お願いします。わかった。なんとかしよう。ありがとうございます。確かにいろいろ知りたい。本人からいろいろ聞きたい。ああ、そうだ。例のコンビニ事件のマカロフ、鑑識の報告書が上がってる。あ、まだその件関わってくるの？沢田が何か自白したんですか？いや、歌舞伎町の売人から買ったと言い張ってる。何か気になることがあるのか？土産物みたいにマカロフを売ってるなんて聞いたことないですから。それはそうだな。だがお兄塚、本業を忘れるな。君は交渉人。今回の話はあくまでもお手伝いだ。はい、心得てます。いや、叱られた。ふざけるな。ふざけてないわよ。鬼塚さん、意固地になってない？残念な結果だけど、和也くんは逮捕された。夏子さん本人もストーカーなんかいないって証言してる。これ以上何を調べる？原夏子は喋るときに俺の目を見ない。あー、何か隠している。何か隠しているのではないかと。よしてよ、今度は行動心理学の講義。心理学なんかどうでもいい。俺は信じないんだ。目を見て話をしない人間を。原和也くんの方は、でも、そんなことはなかったっていう感じかな。なるほどね。あなたのモットーなんて今聞きたくないわ。俺はもう少し調べたい。どこ行くの？桜井雅子が気になる。あ、でもそれはありますね。あの人、なんかやってる気がする。またなんかやってる気がする。いいわ、私も手伝う。いいんだぞ、無理に付き合わなくても。私も気になるから。いきなりもう来ましたね。お約束もなしに突然来られても困ります。早く要件を言ってください。こっちにも予定があるんですから。あなた前に詐欺をやっていたそうですね。あの、実は今日は入会したくてお伺いしたんです。入会？そろそろ落ち着きたいんですが、知り合う機会がなくて。あなた警察の人でしょ？警察の人つったってね、そういうの、そういう出会いもなくて。ええ、そうです。キャリア組なの。
いいえ、ダメダメ、うちはエリート専門なの。なんか前もそんなこと言ってたな。年収3000万、それが最低条件。そうですか、狭きもんです。それなら女性会員は、ちょっと勝手なこと言わないで。この通り顔はまあまあ美しい。怒るぞ、怒りますよこれ。神崎氏が性格に何がありますか、結婚すれば変わるでしょう。どうですか、お買い得ですよ。人を売り物みたいに言わないでください。女性会員の年収も3000万以上ですか。警察の方はお断りしてるの、男性会員が敬遠するから。本当にそうですか。別の理由があるように思えるんですが、どういう意味。え、交渉開始、ナスコの交際相手。え、いきなり理由って何のことよ。揺さぶってくか。気になったんで過去の記録を調べさせてもらいました。桜井雅子さんでしたっけ。あ、桜田雅子さんでしたっけ。あなた桜田なんて名前は知りません。人違いじゃありません。そうかもしれませんね。古い事件ですから何かの間違いですよね。一体何のつもり、狙いは何なの。私はただ情報が欲しいだけなんです。情報、原夏子さんに紹介した男性の情報です。お客様の個人情報を漏らすわけにはいかないわ。頼み込みましょう。それは前にも言ったでしょ。そこをなんとかお願いできませんか。お願いされたって困るわ。ここで入手した情報は他には流しません。そういう問題じゃない。ダメだったか。漏らすような結構そらじゃが、お客様来ないわ。揺さぶっていくか。でもここで折れるわけにはいかない。悪い評判が立ったら終わりですよね、あなたのこの結婚相談所。所長に前科があるなんて顧客に知れたら大変ですよね。どこで調べた。それは言えません。警察の機密情報です。情報が漏れると大変なことになる。桜田さんならお分かりでしょ。漏れるようなこともあるかもしれないな。警察がこんな真似していいのかしら。ただじゃ済まないわ。分かってる。あ、やべ、通報します。構いません。でも事情を説明したら桜田さんが困りませんか。分かったわ、何が知りたい。お、よし、こっちのペースだ。原夏子さんに紹介した男性会員の住所と電話番号、私から聞いたって言わないって約束するなら一人だけ教えるわ。今夏子さんが交際している人よ。はい、まあこれなら聞かなくても大丈夫だ。言ってくれてるから。肌になった人は絶対に教えられません。体調は見せてもらえないんですか。それだけは勘弁して。信用大事の商売なの分かるでしょ。私は真面目に働いてます。これ以上は無理よ。いくら警察、あ、ダメだった。営業妨害許されないわ。ダメか。いいでしょう。現在進行形は一人。今、あ、でもなんか感覚前よりはうまいことやれてた気がしますね。掴めてきた気がする。なんかいい感じにいけてるときは変に質問して、なんか、言葉を遮らない方がいい。ここに書いたわ。ほんま、高吉さんですかね。失礼しました。また来ます。もう二度と来ないで。すごいな、でもいきなり交渉、あんな感じで交渉入るんだ。交際相手の情報を入手。桜井は譲歩して交際相手の情報を差し出した。あれ？評価何もなし。評価なし。これ今、これ、なるほどね。まあまあまあ、今ので良かったんかどうかもわかんねえんだよな。私に対する無礼な振る舞い、この際だから許しましょう。気前がいいね。軽口を叩くなんて余裕ね。一応情報は入手したからな。余裕なんてない。え？ごまかさない。ちょっと急ブレーキして何ですか、いきなり。ごまかさない、あの態度は何。完全に恐喝じゃない。汚い手を使うなと言いたいのか。あ、さっきのあれですか。でも割と抑えた方ですよ。本当はもっと選択肢出てて、変にこう相手を追い詰めすぎたらその感情が高ぶって、
話をしてくれなくなるっていうか、話が進まなくなるっていうのが前回あったから、抑えた方なんですけど、一応、リアルに、困りますよね、この情報漏れたらっていう。確かにあれはあれでダメか。少なくとも警察官ならあんな脅迫まがいのことできないはずよ。警察官じゃないんです。お嬢様はいいな。家事はいつも向こう岸だ。真面目に聞いて。私は真面目に話してる。あれが脅迫だって揺さぶりをかけただけだ。あれは、揺さぶるを実行しただけだ。あれが揺さぶるだ。それがアメリカの常識。世界的な常識だ。日本も含まれている。市民を揺するのが常識なんだ。正義なんて必要ないってこと。正義なんて言葉を軽々しく使うな。逆に聞きたいね。これ今車止めてんのか、これ。どうやって聞き出すつもりだった。あ、それはでも、そうだね。頭を下げれば台帳を見せてくれるとでも思ったか。やってみる価値はあったわ。あーでもなんかここでルート分岐でもしたのかな。さっきのやつでもうちょっと、それこそもうちょい穏やかにやっていたらみたいな、あったのかな。やってみる価値はあったわ。おめでたい話だな。まったくダメだわ、価値観が違う。話しても無駄ね。分かったよ、別々に行動。え、これどうなん、これどうなんすか、いいのか。どうするつもり。タクシーでも拾うさ。え、ルート分岐したこれ。ルート分岐入った。とりあえず本間さんのところには来ましたね。はいはい、どちらさん？警視庁の鬼塚と申します。少しお話しさせていただけないでしょうか？今、だから、その結婚相談所で、その、なんていうの？関わり、原夏子さんと、あれですよね？交際してるというか、人ってことだよね？この人が。お話よろしいでしょうか？夏子の交際相手、本間隆義。刑事さんが何のようです？僕は悪いことなんか何にもしてませんよ。なんか怪しいな。それをこう、その言い方怪しい。突然お邪魔して申し訳ありません。あら？なんか荒れてました？荒れてますね。こんなにピザを食べて。まあまあ、ちょうど俺も今日ピザ食べましたけど。ケイジさんも飲みますか？とっておきのスコッチがありますよ。こぼれてんな。仕事中は飲みません。令状ないんでしょ。うわ、なんだこの部屋。なんだこの部屋は。でもいいっすよ。どこ調べても。薬なんかもうやめました。僕は潔白でーす。前に薬やってたんだ。てか、そっか、年収3000万のやつしかいないって言ってましたね、桜井さん。めちゃくちゃ金持ってそうな感じ。何か勘違いしてますね。薬なんか探してませんよ。じゃあ何が聞きたい？原夏子さんを知ってますね。知ってるも何も僕の婚約者だよ。あ、でも正確には元婚約者。あれ、まさか、こいつがストーカー？あの女には、騙されたよ。騙された？そうだよ。完全にはめられた。はめられた？結婚相談所の桜井ってばあさん知ってる？あのばあさんとつるんで、俺をかもったんだよ。調子のいいこと言って、貢がせるだけ貢がせて、最後は恐喝だ。恐喝？恐喝？浮気写真をネタにして慰謝料を要求してきた。はあ。なるほど。なるほどね。原夏子がですか？そうだよ、夏子だ。今考えると、金子ゆかだったっけか。あの声かけてきた女もグルだったんだな。
全部桜井のばあさんが仕組んだんだろう。俺に女を近づけてその気になったらはいパチリ。婚約者がいるのに浮気するなんてひどーい。ちょうだい、慰謝料500万円。あー、全員がグルで、その浮気のその人もグルでみたいな。まあ実際詐欺をやってた前科もあるからな、あの桜井さんは。払ったんですか？そん時は騙されたと思ってなかったんだよ。まあ俺は昔からトラブルメーカーでな、親族ご一同の皆様から白い目で見られてんだよ。薬も酒もやめて少しはまともになった矢先だったからな。あ、だからこんな荒れてんのか今こいつ。慰謝料で済めば御の字だと思ったさ。俺もバカだな。桜井雅子と原夏子がグルだと考える理由は、見たんだよ。俺を誘惑した金子って女が桜井の事務所から出てくるのな。あー、そういうことなのかな。張ってたのか。探偵に調べさせたんだよ。そしたら他にも出てきた。両親が資産家だなんて大嘘だった。あ、原夏子さんがそう言ってたっていうことね。夏子がそう言ってたのか。言ってただけじゃない、実際に紹介されて会ったさ、向こうの両親とやらにな。そこまでやってるのは確かに、品の良さそうなじいさんとばあさんだったから頭から信じた。あれ待てよ、だからまあこの人の言ってることは正しいな。まあ、で結構真実味ありますけど、その詐欺をやってたってことじゃん、原夏子さんは。だから原和也さんはそのわざと放火事件、まあ事件起こして、そしたら警察動くじゃん。警察動かざるを得ないから、その流れで姉がやっていることもし、あ、なんていうの？調べてほしいっていう意味で、動いてほしいっていう意味で、やってたのかな？原和也くん、その放火をしたのかな？でもそれは赤の他人。本当の両親は二人とも飛行機事故で死んでた。はは、俺が紹介されたあの二人は幽霊か。詐欺罪で訴えることは考えてないのか。無理に決まってんだろ、証拠がないんだから。慰謝料を返せって言ったら逆に脅されたよ。ストーカーで訴えるってな。はあ、うちの親にとっては世間体の方がずっと大事なんだ。本間不動産の息子が結婚詐欺にあったなんて、物笑いの種をばらまくようなもんだ。500で済めば安いくらいだそうだろ。これだから上等句なんでしょうね。その桜井さん自身も、バラされたら、さっき俺らがやったっていうか、その、鬼塚さんがやったみたいな感じで。それで、まあ、折れるだろうなっていうのも折り込み済みで。500で済めば安いくらいだ、そうだ。どうかな、世の中には50で人を殺す人間もいるよ。じゃあどうすりゃいいんだ。どうもしなくていい。もう少し質問に答えてくれ。桜井結婚相談所を選んだ理由は、俺が選んだわけじゃない。桜井のばあさんが母親に売り込んできたんだ。エリート限定の会員制だから身元は確かだって嘘吹いてたらしい。笑わせるセリフだよ。君が雇った探偵は、夏子の実家を調べさせた。あ、調べさせた探偵の話。そうだ。中川探偵事務所の中川、麻布にオフィスがある。でもきっと無駄だぜ。何も喋んない。うちの親がきっちり金を握らせてるからな。まあ、それでもいいさ。他に質問は？いや、もういい。スコッチでも飲まないか。もう一度言う。仕事中は飲まないんだ。邪魔したな。ああ、それから薬には手を出すなよ。わかってるって。荒れてはいたな。あ、完結更新した。なるほどね。いろいろ分かってきたけど。中村さん、遅くまでご苦労様です。ああ、ちょうどよかった。これを見てくれ。マカロフの調査結果だ。
ああ、コンビニの事件の。押収したマカロフは IZ70 の中国製コピー。オリジナルのマカロフはドイツのワルサー、PP がモデルのソ連製軍用拳銃。有名なトカレフより一回り小さい 9mm 口径で、装弾数は8発だ。ダブルアクションのストレートブローバック。携帯に便利で扱いやすく、日本の暴力団の方々にも人気が高い銃だ。でも日本に出回ってるマカロフはほとんどがメイドインロシア。この銃は中国製のコピーで、59式ってやつだから珍しいって言えるな。中国から誰かが持ち込んだ？いや、そうとも言えない。工場はアメリカにある。中国から仕入れるのはパーツだけだ。パーツで仕入れてアメリカで組み立て、東南アジアに流す。完成品を輸入するのは手続きが面倒だからな。はあ。では東南アジアから誰かが持ち込んだ。そういうことになるのか。証拠はないが、そう考えるのが妥当かな。弾道検査の結果は？該当する記録なし。銃身の中は綺麗だから新品って考えて良さそうだ。今のところ分かってるのはこれくらいかな。そんなものをあいつが。グローバルな銃ですね。今や重火器は世界を股にかける工業製品だよ。ソビエトが崩壊してから西側も東側もなくなった。そうだ、中村さん、お願いがあるんですけどいいですか？いいよ、何が知りたい？中村さんにプロファイラーとしての意見を聞きたいんです。ストーカー事件に関係ある話か？そうです。個人的な意見になる。それでもいいか？もちろんです。わかった、聞かせてくれ。ん？プロファイラー、お？プロファイリング、なんか始まった。まず被害届を出した原和也の証言の真偽についてです。原和也ね。その点で気になったのは、ん？集めたキーワードを使ってプロファイリングを行います。方向キーでカーソルを移動し、丸ボタンを押すとそのキーワードについて質問します。はあ、またキーワードはプロファイリングに関係のあるものだけが表示されます。あ、これ、普通に会話の流れでやってただけじゃないんだ。なるほど。原和也ね。原和也のやつね。そうですね。吉岡はストーカーいないと主張、すべて和也の妄想だと断言した。長所の嘘。これ長所、そうか、嘘だ。長所にあった和也と夏子の実家の電話番号は間違いだった。これなんで嘘？これなんで嘘だ？和也は長所に嘘を書いてました。それだけじゃない。隠し事をしていたことも分かっています。つまり原和也は嘘をついている、そういうことか。いや、というか、いや、そうじゃありません。証言は曖昧だが嘘は言っていない、そう思っています。わかった。ということは嘘をついているのは原夏子の、え？それで、まあでも原夏子さんはだから目を見てないっていうのは確かにあったんですけど、え、ちょっとそんな急に？まあまあ、でも怪しいよね。原夏子さんはその後の、ほんまの話とかも聞いてたら、そう思います。ただし、すべて嘘だとは断定できません。本人がストーカーに気がついていない可能性もあります。いや、だからでもストーカー事件云々が、なるほどな。
話を整理しよう。カゼは嘘をついてない。しかも、夏子の証言は疑わしい。ちょっと待って、もっと詰めていくんじゃないの？いろいろ。もっとなんか、もっとなんかさ、大事な、大事なやつとかありそうなんですけど、もっと。夏子の証言は確かに疑わしい。だとするとストーカーは存在すると考えてもいい。え？いや。少なくともそう考える理由があるそうだな。いや、ストーカー。俺、ストーカー自体はもういないんじゃないかって思ってるけどね。その、なんか原夏子さんがああいうことやってるっていうのに、ちょっとうすうす気づいた弟さんが画策したことなのかなと思う。その通りです。そうだとしたらどうした。一つ気になることがあります。それはん？お前が辞めなければ俺も絶対に辞めない。あ、でもこれも気になるんだよね。これお前が辞めなければっていうのは、そのさっき本間さんから聞いた詐欺の事柄なのかな。ってことは、お前が辞めなければ俺も絶対に辞めないって言ってるのは、まあ、被害者、過去の被害者なのかもしれないですけど。和也が姉のマンションに放火して警察に逮捕された。まあでもこれも、カズヤはストーカーの存在を証明するためにわざと火をつけた。だが事の重大さに気づきすぐに消した。それがもし本当ならストーカーは別にいるということになる。なるほど。一般的にストーカー事件の 95% は顔見知りによる犯行だ。カズヤ以外にストーカーがいる可能性も捨てきれない。いや、カズヤがストーカーっていうか、同感です。夏子の関係者をマークしておく必要があるな。わかりました。ありがとうございます。え？いいの？今ので。うわ、なんか今の、なんかもっと、あのさ、手紙、ストーカーの手紙の内容とかさ、仕事の邪魔をしてすいませんでした。いや、これ弟くんと話したいな。弟くんと話せないとさ、ちょっといろいろ状況つかめないっていうのもあるし。まあでも喋れないのか。ちょっと、繋ぐことが今、難しいのか。いいよ、気にするな。え、ちょっと、もう一回やりません？今の。中村さん、もう一つ調べてほしいことがあります。何についてだ。飛行機事故についてです。その事故に関しても、いつ頃の話かな。3年ほど前です。それがきっかけで統合失調症になっただの。そんな話もあったっけ？国内では過去3年大きな事故がないから海外かな。そうだと思います。航空会社は？いえ、わかりません。航路は？それもまだです。何が知りたい？原という名前の夫婦が墜落事故で亡くなっているはずなんです。なるほど、逆引きか。調べておくよ。お願いします。中村氏。お頼み申します。中川探偵事務所です。あ、聞いたやつね。ただいま留守にしています。発信音の後にメッセージをお願いします。実際本当に、その、原夏子さんが詐欺をやっているのかどうかというところでね。警視庁ゼロ課の鬼塚陽一です。お伺いしたいことがあってお電話しました。また連絡します。はい、鬼塚です。
片桐だ。連絡が遅くなった。っていうか、神崎さん、完全に別行動だね。本当に。全然関わってこない。片桐だ。連絡遅くなった。例の原和也との面会の件、話を通しておいた。あ、片桐さん。明日の朝10時に捜査一課に行ってくれ。野村が案内してくれる。もじゃもじゃの野村な。ありがとうございます。よし。話せるのね。翌日午前10時。思い切ったことをしたな。捕まってしまいました。なぜそんなことをしたんだい。自分で火をつければストーカーがいると信じてもらえる。動機はそんなところか。でもなんか今となっちゃもうストーカー云々っていうか、その原夏子さんがやっていることにも絡んでいるのではと思いますもん。その通りです。でも完全に裏目ですね。これで誰にも信じてもらえなくなった。あ、本当にストーカーの件でやったんだ。じゃあストーカーはマジであるってこと？俺は信じてもいいよ。君が言ったようにストーカーがいるとしたら、あの結婚相談所の客だ。桜井雅子が君の姉さんに会員を紹介、婚約まで持っていく。その後浮気担当の女が近づき、写真を証拠に男を訴える。そりゃまあ男としてはたまったもんじゃないから、そうですね、まあ復讐じゃないですけど、そういう問題に発展していってもおかしくはないですね。男の方は世間体を気にして金で肩をつけたがる。かくして莫大な慰謝料が手に入る。紹介者、婚約者担当、浮気担当の3人で組んだ結婚詐欺だ。君はそのことを全て知っていた。あ、やっぱ知ってて、そういうことなんじゃない。やっぱり姉にやめてくれと言っても聞いてもらえない。でも自分で姉を告発することはできない。だから君はストーカーがいると主張して警察に調べさせた。なるほど。やっぱり君の被害届は屈折した告発だった。違うかな。だから被害届の内容でちょっといろいろアレな点が。詐欺の片棒を担ぐ姉をどうしても止めたかった。初めからストーカーなんて存在、違う、ストーカーは今も姉の帰りを待っている。ああ、そうなの。復讐の機会を伺っているんだ。だから誰かがガードしなきゃ危ない。信じてください。え、そうなんすか。本当にそういうことなんですか。あなた的には。確かに僕はストーカーの存在を証明したかった。だからマンションの玄関で紙袋に火をつけた。それは認めます。でも火はすぐに消しました。僕だってバカじゃない。火がどれだけ危険か十分に分かっています。一度消した火を誰かがもう一度つけたということか。そういうことなの。そうです。誰が。ストーカーです。あ、そうなんだ。ストーカーの正体は。それはわからない。でも間違いない。ストーカーは、います。これちょっと吉岡さんの言葉が蘇ってくんだよな。あの元恋人の。またやったのかい。彼はまたやったのかいっつってね。君が逮捕された場所は？マンションの前です。なんで、その鍵持ってんだよね君はね。出てきたところ不審尋問されました。その時火は煙が出てました。だから消し忘れたと思って戻ろうとしたんです。タイミングが良すぎるな。誰かが通報したんでしょうか。可能性はある。今の話鬼塚さんなら信じてくれますよね。信じてもいいよ。でも一つ教えてくれ。君たちのご両親のことだ。死にました。飛行機事故で？そうです。3年前の夏でした。
父と母は結婚記念日にアメリカに出かけました。ヨセミテを観光してからヨセミテ、サンフランシスコに入りニューヨークに向かいました。でも二人が憧れていたニューヨークには到着できませんでした。サンフランシスコ発ニューヨーク行きの国内線に乗っていた？そうです。日本人の乗客は6名、その中に、父母も含まれていました。でももういいんです、思い出したくない。そんなことより鬼塚さん、お願いします、姉を守ってください。残念だが君の代わりはできない。でもできるだけお姉さんから目を離さないようにするよ。それが逮捕という結果に結びついても恨まないでくれ。結婚詐欺のことですか？そうだ。本当に罪を犯しているなら償いはすべきだと思います。ストーカーに追われる原因を作ったのは姉自身ですから。その言葉を聞いて安心した。ああ、そういうことなんだ。鬼塚さん、そろそろ切り上げてください。ああ、もう終わるよ。待ってください、鬼塚さん。姉に伝えてもらえませんか？携帯の伝言をもう一度聞き直してくれって。どういう意味だ？伝言残したの？そう言えばわかります。わかった。伝言。あれ？反省してます。すみませんでした。あれ？神崎さん。近いね。どうした？風向きが変わったな。片桐さんに相談したら叱られました。私は思い上がってて、しかも生意気だった。分かればいいんですよ。分かればごめんなさい。深く反省してます。めちゃくちゃ謝るやん。謝る必要なんてない。うまく言えないが俺のやり方が常にベストだとは限らない。もし今後も一緒に組むつもりなら遠慮なんてしないでくれ。まあ、感情で突っ走った感じはあるかもしれないけど、その感情的になった気持ちのまま、そのわーってなったのはそうだけど、まあでも一理あったし、もし今後も一緒に組むつもりなら遠慮なんてしないでくれ。そう言ってもらえると助かります。よろしくお願いします。こちらこそ頼む。でもなんだか居心地が悪い。普通にしてくれ、普通に。わかりました。それが違うな。わかったわ。戻ったな。すごい、ちゃんと反省するんだな。中村さん、いいですか？お、待ってたよ。これを見てくれ。お、調べました？過去5年の飛行機事故を全て洗ってみた。結構詳しい情報も聞けたしね。3年前の7月7日、アナハイム航空11便。サンフランシスコ発のニューヨーク行き。ニューメキシコ州の上空、エンジントラブルで落下。ホワイトサンズ国定公園の白い砂の中に突っ込んだ。パイロット、クルーを含む112名全員が死亡。日本人の乗客は6名。死亡者リストの中に原圭一62歳と原、これ、なんだっけ。はいはい。原夫婦ね。日本人で原という夫婦は二人だけだ。宮子？原宮子。これで間違いないか。ありがとうございます。それから鬼塚、付け加えておく。この事故はちょっと曰くつきだ。ん？どういうことです？ブラックボックスが回収されていない。エンジントラブルが原因と言われているが、真実は藪の中だ。あ、イクコ。原イクコさんですか。だから人為的な事故という噂がある。はあ。なるほど。ひな臭い。人為的な事故。そうだ。
ホワイトサンズはアメリカ空軍の演習空域としても有名だ。俺は一度行ったことがある。あの辺りはいつも演習機が飛んでいたよ。つまり演習機の操縦ミスが原因だと。そういう噂が流れたそうだ。でもブラックボックスが未回収で全員死亡。お手上げだな。はぁ、あ、結構でかい話だな。はい、中川探偵事務所。警視庁の鬼塚です。代表の中川さん、いらっしゃいますか？私が中川ですが、警察の方がどんなご用件でしょう？本間隆義さんを知ってますね。あ、でもなんかお金逃げられてるから、何も話さないでしょって言ってたけどね、本間さんは。本間不動産の御曹司です。任意ですか？強制ですか？どういう意味ですか？正式な捜査なら協力します。でも任意の事情聴取なら勘弁してください。申し訳ありませんが、信用第一の商売ですから。ごもっともです。残念ながらお察しのようにまだ任意の事情聴取です。正式な捜査に移行したらご協力ください。わかりました。お忙しいところ失礼しました。失礼します。そうなるのか。神崎、ちょっと付き合ってくれ。どこに行くの？セントコレジア病院、原夏子のところだ。本間不動産の御曹司？わかったわ、そういうことなんだ。で、詐欺の証拠はある？いや、確定ではない。しかし本間の話が本当なら桜井雅子は黒だ。そうだね。原夏子は？まあ、中川探偵事務所の方からね、そういう、特に聞けてないから、確定にはならないけど、今のところグレー。かなり黒に近いグレーだ。これから探りを入れるの。まあそんなとこだ。ああ、ごめん、忘れてた。夏子さんの面会が許可されたの。いつだ？確か、大事なこと。明日の午後に面会？ちょうどよかった。明日の朝、退院するんです。ああ、明日。退院が早まったんですね。ええ、そうなんです。それで、弟はどうでした？お会いになったんでしょう？ええ、少し話しました。落ち着いてましたよ。どうして放火なんか。ストーカーの件ですね。ストーカーの存在を認めてもらうためだと言っています。どうしてそんなバカバカしいことを。ストーカーなんているわけないんです。あなたのことを守るためですかね。そうでしょうか。和也くんは自分で火は消したと言っています。火をつけてから自分で火を消した？じゃあどうして火事になったんです？ストーカーがやったと。火をつけ直したと主張しています。和也の言葉を真に受けないでください。ご心配はわかります。でも嘘をついているとは思えないんです。和也には嘘をついているという意識がありません。すべて和也くんの妄想？間違いありません。本間隆義を知ってますね。おっと？やっとこっちを見てくれましたね、原夏子さん。本間という男と付き合ってましたね。誰から聞いたんです？どういうこと？それがどうかしたんですか？これはわかりやすく変わったな、反応が。ストーカーは本間という男ですか？相談所の桜井さんから聞いたんですね。本間さんはあなたに騙されたと言っています。慰謝料500万。500万？あれ？本間さんの浮気が原因で婚約を破棄した。あなたは慰謝料として500万円を受け取った。嘘です、そんなこと。慰謝料は50万でした。あれ？それに婚約を破棄したのは浮気が原因じゃありません。どういうことです？彼はまた薬をやっていた。ああ、薬か。またということは以前も薬を？でもまた目をそらしたな。また目をそらしています。一度逮捕されています。でももう絶対に手を出さないと聞いていました。現場を目撃したんですか？私にも勧めました。
告発しなかったのは？あの時は怖かった。今からでも遅くないんですよ。もうあの男とは関わりたくないんです。でも彼は500万円慰謝料を払わされたと言っているんだよね。そうですか。気持ちはわかります。ああそうだ、携帯の伝言をもう一度聞いてくれって和也くんが言ってました。あ、言ってましたね。それでわかるはずだと。携帯の伝言？和也の伝言なんか残ってなかったわ。おかしいですね。じゃあ今からみんなで聞いてみますか。明日本人に聞いてみます。鬼塚さん？なんでしょう。もしよかったら一緒に行っていただけません？警察に行くなんて一人じゃ心細くて。いいでしょう。じゃあ昼頃マンションまで迎えに行きますよ。お願いします。自宅で待っています。いやでもな、どうなんでしょう。探偵まで使って調査したことですからね、向こうはね。どうしてもっと追求しなかったの？結婚詐欺のこと。結構苦労近いと思うけどね。嘘ついてんじゃねえかなって思ってますけど。俺としては。確かな証拠があるわけじゃない。まあ、詰められないよね。それに彼女の言い分も一応筋が通ってる。ここで押しても逃げられるだけだよ。なんか混乱してきたわ。本間高吉の言い分が正しいとすると、桜井雅子と夏子は黒。ストーカーの存在は不明。そうだね。夏子さんが正しかったら、桜井雅子も夏子も白、ストーカーは存在しない。ただ、原和也ね。和也くんが正しかったら、桜井雅子と夏子は黒、ストーカーも存在する。そうなんだよな。でも注意すべきなのは因果関係がないってことだ。どういう意味？詐欺とストーカーを結ぶ客観的な理由がない。確かに。想像だ。想像だな。ますますわかんない。和也くんの証言はまだ立証されていない。詐欺は本当でもストーカーなんていないのかもしれない。逆に詐欺の話は妄想で、ストーカーは本当にいるのかもしれない。つまり詐欺の話とストーカーの間に因果関係はないんだ。でもそうなると次は何を調べればいいの？詐欺とストーカー、両方に関係しながら被害者でないのは？桜井雅子。確かめに行こう。桜井雅子か。OK、わかった。あ、都合によりしばらく休ませていただきます。緊急のご連絡は桜井の携帯にお願いいたします。携帯の番号は聞いてない。逃げられたってこと。逃げやがった？まあそうだな。逃げた。ん？小山田、どこで油売ってきた？お前らの給料は庶民の血税から出ているんだ。小山田警視庁ですか、これが。ちょっと嫌ってる感じのあった。この鬼塚さんが。こっちだって遊んでるわけじゃない。相変わらず口の利き方を知らないな。自分から辞めておきながら契約書にサインしやがって。お前なんか必要ないんだよ。小山さん、ちょっと顔が近いです。そのぐらいで勘弁してやってください。一家に行って放火犯に事情聴取したそうじゃないか。偉くなったもんだな鬼塚。言っておく、お前に捜査権なんかない。勘違いするな。捜査はしていません。協力して調査してただけです。そう、安全課の依頼で手伝っただけです。こちらはあくまでもへりくつを言うな。俺はお前みたいな口先算数の男が嫌いなんだ。好き嫌いで仕事されても安心してください。好かれてるとは思ってません。俺、片桐が甘やかすからこの男が突き上がるんだ。人質がなんて必要ないんだよ。こういう役回りも、こういう、ね、作品、我々にも仕事はさせてください。こういうのもいるのよ。
総監が何を言おうと俺は認めんからな。お前は必要ないんだよ。いいか鬼塚、今度何かしでかしたら絶対に俺が言うさ。二度と桜田門に近づけないようにしてやる。いいな。わー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 、近くでね。わー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 叫び腐って。あのおっさん何の用です。鬼塚、口を慎め。いいんですか片桐さん、小山田には何度も煮え湯を飲まされてるはずだ。それはそうだ、だが存在な口は聞くな。はい、わかりました。説教はそれでおしまい。鬼塚さんに甘くないですか。あれ、神崎まで。こら神崎、混ぜっ返す。片桐警視。ん、誰。高梨。よかったら皆さんに紹介していただけませんか。あなたは誰。悪かった、そうだったな。みんな聞いてくれ、今日からゼロ課に配属された高梨だ。どんどん人が増える、どんどん人が増えていくんですけど、一課から異動になりました。高梨春と申します。春と呼んでください。春ちゃん、春ちゃんか。皆さんよろしくお願いします。交渉人の鬼塚だ。こちらこそよろしく。あ、神崎です、よろしくね。そうか、だからあんなに荒れていたんだ。どういうこと。あのさ、いや、小山田警視正は一課のお目付け役だ。上の命令で部下をしぶしぶ差し出すことになったんだ。あ、それで。だから機嫌が悪いんですよね、片桐さん。まあそんなとこだろうな。プロファイルを担当する中村だ、よろしくお願いします。高梨くんにはアシスタントとして働いてもらう。雑用でも何でもやります。皆さん遠慮せずにお申し付けください。よかったわね鬼塚さん。どういう意味で。私なんかと違って気立てが良さそうじゃない。それは確かにそうだな。それは事実だな。一つ聞いていいですか。いいわよ、どうぞ。入ったばかりなのでゼロ課がどういうところかまだわからないんです。先ほど小山田警視正がシットとかサットとかおっしゃってましたよね。どういうことですか。神崎さん、どういうことですか。ふざけないで、失礼じゃない。すみません、いいのよ謝らなくて。署内でも知らない人は結構いる。サットは警備部の特殊吸収部隊、テロ対策専門の部隊よ。SIT は刑事部捜査一課の特殊事件捜査室。誘拐や立てこもり事件で交渉に当たるのはこの SIT の人間なの。はい、そっちはなんとなく知ってます。でね、最近この手の事件が多いから、SIT は大忙しなの。それなら人を増やせばいいって普通は考えるでしょ。ところが今の総監がちょっと変わり者でね。専門家の力を借りて別の組織を作ろうと言い出したの。あ、それがこれか。専門家？鬼塚さんはフリーの交渉人。まあ、そういえばちゃんと説明なかったもんな、今のところ。ここでやっとちゃんと説明をね、してくれる。もともと捜査一課の刑事だったけどね。プロファイル専門の中村くんはシンクタンクから引き抜いた。彼と鬼塚くんは公務員じゃない。契約社員みたいなもんだ。神崎さんは？私は警察の人間よ。階級は警部補。ここに配属される前は暴力団対策課にいたの。通称丸棒。だから、気性が荒いんだ。ほっといてよ。そういうことなのか。私は、サットから配属された。SIT 寄りの小山田が神経質になるのも、無理のない話ってわけだ。なんか不安です。私でいいんでしょうか。あまり大げさに考える必要ないよ。すごい人たちが、でもいるっていうことでもあるよな。ここは、メンツが。事件が発生するまではのんびりしたもんだ。犯人と交渉しろなんて言わないから安心してくれ。そうよ、そんなに心配しないで。差し入れのピザの手配はお願いしたいな。場合によっては配達員になりすまして
潜入してもらう。どうだ、できるか。からかうのはやめて。かわいそうに。怖がってるじゃない。冗談だよ、冗談。潜入捜査は神崎に頼むから心配しなくていい。そんなの聞いてないわよ。あの、私、本当に心配です。心配しないで。すぐ慣れる。すぐ慣れるでしょうという。こういうとこです。神崎が誘ってくれるなんて珍しいな。これ、何の話だろう。さっきの何よ、みたいな。喧嘩をやめましょう。今日という一日を平穏に終えたいの。それはこちらも一緒だけど。それはいい考えだな。ねえ、教えて。何を。昔、小山田さんと何かあったの？なんかあった感じはするよな。どうして？あの人を見ると顔色が変わるじゃない。らしくないわ。目の前で三人殺された。え？ニューヨーク市警で交渉術を学んでから日本に戻って SIT に入った。その話は知ってるわ。あの頃の俺は自信たっぷりだった。ニューヨークで学んだ技術が日本で通用しないはずがない。そう思ってた。実際に日本に帰ってからの投稿率は 100% に近かった。すげえ。投稿率って？犯人を説得して投稿させる確率。あの時は説得に失敗するなんて想像したことさえなかった。ゲーム始まって一発目いきなり失敗しちゃったけどね。俺のせいですけど。思い上がってたんだな。それで？町田の信用金庫に強盗が入って立てこもり事件になった。人質は10人。犯人は銃を持っていた。説得に応じた犯人が人質を順に解放して残る人質は2人。投稿まで秒読みだった。自信があった。でも失敗した。そうだ。完全に俺のミスだ。犯人が出てくる直前に俺はこう言った。誰も傷つけてない。すぐに出てこれるさ。それがどうしてダメなの？前科があったんだ。あー、なるほど。強盗で人質を取ったら、すぐには出られない。まあ、あえて言わなくてもよかったが、それは。それで、振り出しに戻った。初めからやり直しだ。だが時間をかければもう一度説得することはできた。でも、ダメだった。犯人が中に引き返したとき、指揮官は狙撃を命じた。さっきもありましたね。さっきてかコンビニの強盗の時も、そんな流れ、ありましたね。結果は？狙撃犯の弾が外れた。逆上した犯人は人質二人を道連れにして自殺。最悪だな。そうだった。悪かったわね。嫌なことを思い出させて。いや、いいんだ。で、その時の指揮官が小山田警視正だ。警察を辞めたのはそれが原因？そんな単純な話じゃない。まあでも全く関係ないってのは嘘になるかな。もうやめよう、この話は。酒がまずくなる。悪かったわ、まあ、そういうのやらなんやらいろいろ入り混じってそういう結果に至ったと。あ、そうだ、高梨さんってどう思う？おっとりしてるけど可愛いんじゃない？そういう話？そういう話すんの？おっとりしてる？そうは思えなかった。かわいそうだったわ。鬼塚さんが脅すからビビってたじゃない。ビビってたのは多分大体神崎さんのせいだと思う。ビビってない、なかなかの大物だ。考えてみな。初対面でいきなりここはどんなとこですかなんて普通は聞けない。なんか最初に紹介してくださいよみたいな感じで高梨さんがピョンって出てきた段階から、あ、結構堂々としてるな、自分持ってるなっていう感じのタイプでしたけどね。本当にそんな感じだったらそういうことも言えないだろうし。え、そうかな。そうだよ。でも、ああ、やめた。今日は酒の神バッカスに誓ったんだから。一日を平穏に終えるって。そうよ、その通り。だから飲みましょう。わかった、付き合うよ。
平穏に行けるなら、こちらとしてもそっちの方がいい。頭が痛い。飲みすぎ。飲みすぎです。お気の毒に。鬼塚さんはなんともないの？体の作りが違うのかな？羨ましいわ。で、どうする？どうするって？和也くんとの面会が終わってからの話だ。桜井雅子を追いかける？それともほんま？両方だ、手分けをしよう。俺はほんまにもう一度当たってみる。神崎は桜井雅子の足取りを洗ってくれ。どうやって？中村さんに相談してくれ。きっと力になってくれる。ああ、中村さんね。やってくれるからなら。わかった。夏子さんのマンション、多分この辺り。ああ、すぐそこだよ。あれ？夏子さん。おかしいな。どこに行くんだ？ん？原さん、行くんですよね。あれ？ああ、吉岡さん、どうしたんですか？あれ、なんかちょっと様子おかしくなかった？ほっといてくれ！え？吉岡ってあの元恋人だよね。あれ？本当にストーカーはいたってことか。吉岡がストーカー。品川市2009。とんでもねえことになった。はい、野村です。ゼロ課の鬼塚だ。いいかよく聞いてくれ。緊急の案件だ。緊急の要件だ。拳銃を持った男が女を拉致して車で逃走した。男の名前は吉岡慎二。はい、吉岡。女の名前は原夏子。ここまではいいか。はい、原夏子。千歳カラス山駅前から奥州街道に入り、新宿方面に逃走中。車は白のセダン、白のマテウス。ナンバーは品川市の2009。すぐに手配してくれ。了解しました。入手なったか？うん、ダメね。信号待ちで離された。あいつなんで？どういうことだ？そもそもストーカー云々の件の話もちょっとよく分かんなくなってくるな。弟さんが妄想に取りつかれててみたいな感じでっていうことを話してたのも、まあ、吉岡さんもその話をしてたんですけど、ひょっとしたらその件もなんだかな。ただなんで連れてったんだ、なんで連れてった。こんなことなら捜査車両を強奪しとけばよかった。できるのか？丸棒に余ってるのよ。回してもらえないわけないじゃん。頼もしい。どうする？準備室に戻ろう。闇雲に追いかけても仕方がない。わかったわ。我々の目の前で連れ去られたんですよ。でも今は動けない。え、動けない？焦るな神崎、野村に任せよう。中村さん、吉岡慎二の情報は引き出せます。前科があればな。やってみよう。はい、鬼塚。吉岡の目的というかね、そこら辺ですよね。鬼塚さん、ちょっと大変なことに。大変です。落ち着いて話せ。どうした？代々木の手前で犯人の車を発見して、追跡したんです。所轄のパトカーが追い詰めたら突っ込みました。え、うわ、嫌な予感がする。突っ込んだ？事故ったってこと？もう一度言う。いいか、落ち着け。あ、はい。うわ、なんか建物に。どうした？突っ込みました。どこに？会社のテーラー。え、会社のテーラー？外車のディーラーです。外車のディーラーのとこに突っ込んだの。車のショールームに突っ込みました。何やってんだあいつ。犯人は確保したか？ダメです。うわ、もしかして何？中にいんの？人質を取って立てこもりました。なるほど。
なるほどなるほど、そういうことかい。またそういう状況かい。来てください、我々の出番ですかね。ゼロカノン、場所は大久保通り沿いの外車ディーラーです。メーカーは、メーカー、場所はこっちで調べる。メーカーの名前は、ああハミルトン、ハミルトンのディーラーです。わかった、30分ですけど。建物の裏も固めてるな。はい、ポーションテープで現場を確保してくれ。わかりました。大久保通りの外車ディーラーに犯人が立てこもりました。これまた交渉来るよな。来るな、いよいよだな。出動要請です、我々の出番ですな。あれ、ここでチャプター2エンド。次でじゃあ始まりますね。ずいぶん派手に突っ込んでくれたな。え、でも吉岡ちょっと状況がね、今つかめてないんで。まさかの吉岡でしたね。人質は何人いる？まだ不明です。目撃者は見つかっていません。店に突っ込んだ瞬間を見た人間は誰もいないのか。追跡してた所轄の刑事が背後から見ています。名前は山田警部補です。指揮者まで、来るように伝えてくれ。わかりました。マスコミはまだです、今のところ。そうかな、もう鍵つけてるよ。所轄に協力を要請して、できるだけマスコミは抑えてくれ。わかりました。一課の担当は小山田警視正です。やつか、最悪の展開だな。最悪の展開、今のは聞き流します。よくわかってるね。犯人からの要求は今のところ何も。わかった。10分経って何も反応がなかったら拡声器で呼びかけてくれ。何と言えば、適当でいいよ。適当にって、まあ、ちょっと焦れば向こうがその要求みたいなの言ってくる。まあ、人質を取って立てこもってるってことは何かしらこう目的があるわけじゃないですか。要求を出すってことじゃない、お決まりでいいんだ。犯人に次ぐ、あなたは完全に包囲されている。何かしらアクション返すと思うね。無駄な抵抗はやめて出てきなさい。そんなとこから出てきますか。まあ出てこない。それじゃ呼びかける意味がないんじゃん。あるよ、試合開始の合図だ。プレイボールみたいなもんだな。プレイボール、そんな大事な役僕でいいんですか。僕でいいんだよ。その後はさあね、犯人の出方を見てから考えるさ。いやー、これちょっと関係図さ、更新も何もなんですけど、野村さんいて、そうだね。ショールームには吉岡と原夏子さん。で、まあ、まだ情報ないですけど、ショールームの中に他に誰かいたりとかもすんのかな？片桐さん、お願いします。小山田警視正に口を出させないでください。心配するな。指揮権はこちらにある。総監と相談して、きちんと決めたことだ。小山田には絶対に口を出させない。それを聞いて安心しました。それなら集中できますね。 こっちにね。中村君、吉岡の件何か出てきたか。 いえ何も出ません。吉岡に前科はありませんでした。そうか、わかった。これさ、弟さん、それと中村君、車が突っ込んだ店に関する情報を集めてくれないか。もしかして意図的にそこに？始めてます。もう少し時間をください。さすがだな。よろしく頼む。意味がある行動なのかもしれない。神崎、今すぐここに証人を呼んでくれ。証人って？弟さん。本間隆義、それから探偵の中川。はい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 。電話で捕まるかしら。捕まえるんだ。高梨さんと手分けしてしつこくかけてくれ。
わかったわ。これはやっぱりその何？あの件絡んでますかね。片桐さん、原和也をここに呼べませんか？意味はあるのか？あります。絶対に無理とは言わないが、かなり難しいだろう。しかしそうだな、犯人が要求しているということにすれば可能性はあるな。でも片桐さん、それだと何かあったら責任は私が取る。片桐さん、意味があるならできることは全てやるべきだ。ありがとうございます。理想の上司。あれ、外で何か始まった。犯人の方に申し上げます。あなたは完全に包囲されています。人質を解放して速やかに外に出てきなさい。これでこれで何を返すかですね。あ、何を犯人の方って。まあいい、上出来だ。野村にしては上出来だ。高梨さん、あいつを呼んできてくれ。やっと出番ですね。わかりました。ああ、それから、春でいいです。春ちゃん。春ちゃん。あんなものでよかったんでしょうか。まあ、まあいいんじゃないですか。あれで十分だよ。ところで、狙撃班はこっちに向かってるのか。もう到着しています。あ、いるのね。班長は？北村さんです。そうか。それは良かった。知ってる人？どうしてですか？いや、いいんだ。こっちの話だ。遅くなりました。新宿署の山田です。あ、交渉人の鬼塚です。早速聞かせてください。その時見てたっていうね。店に突っ込んだ時、スピードはどのぐらい出てました？60キロ前後だと思います。逃走中なのにあまり出ていませんね。確かにスピード守ってる感あるね。逃げる気はなかったということか。やはりあえてここに突っ込んだのか。駐車車両が多くてスピードが出せなかったんでしょう。おかしな話だな。60キロはハンドルを切り損ねるようなスピードじゃない。そう、全然。まあそうですよね。犯人の車が店に突っ込んだきっかけは何ですか？それは特に。後ろで見ててどう感じましたか？正直やけになったと思いましたね。道は混んでるし、追跡のパトカーは3台以上集まってたはずです。ああ、そんなだったんだ。もう逃げ切れないと観念したんでしょう。自分からハンドルを切ってショールームに突っ込んだ。ええ、そう見えました。助手席の女性と争ったような様子は？いいえ、直前まで普通に運転してましたよ。あとちょっとさ、気になるのが、弟くんが言ってた、最後に言ってた留守電の件、これに絡んでいるのでは。ちょっとなんか、今思い出したけど、何か関係してそうなんですけど。そうですか、わかりました。もういいんですか？ええ、今のところはご苦労様でした。失礼します。さて、犯人はまだ動いていないようだな。こちらから仕掛ける必要はないんですか？まだ早い。犯人が落ち着く時間を与えなきゃダメだ。殺傷事件の 70% は、故障してから、1時間以内に発生している。だから下手に追い込んじゃダメなんだ。へえ。それにこっちはまだ人質の数さえつかめていない。わかりました。さて、暇だな。散歩でもするか。散歩、本当に散歩に行くのかと思ってしまいました。まさかそこまで無責任じゃない。ちょっと今状況を見るってことね。あのシャッターは初めから降りてた？ああ、いいえ。車が突っ込んでしばらくしてから降りたそうです。あ、路上か。路上だね。確かに路上だ。犯人が降ろさせた。そうです。断定しちゃダメだな。そう考えていいと思います。そう考えていいと思います。
鬼塚偉そうに先輩風吹かしてるじゃないか。小山田だ。いえ警視正、私が未熟なだけです。お前は口を挟むな。失礼しました。小山田警視正こんな感じでしたっけ。さっき見た時近すぎてよく分かんなかったけど。何の用ですか。暇なんですか。生きがるなよ。弱い犬ほどよく吠えるってな。あなたの方が吠えてる気がするな。心優しい私でももう一度ミスしたらかばいきれない。かばう。何の話だ。覚えてないのか。お前がしくじった時マスコミの追及を止めたのはこの私だ。それは知らなかった。自己保身のために圧力をかけたんだと思っていました。今のうちに言いたいことを言っとけ。減らず口を叩いたことを絶対に後悔させてやる。お、これが北村さん。またやってるな。嫉妬。あ、SIT 狙撃、狙撃の人ね。犬と猿より仲が悪い。誰のことです。ゼロ課の鬼塚と小山田さんだよ。私は鬼塚さんに1票。小山田さんはゼロ課がお嫌いですから。 SID 狙撃班観測手西脇さん、それは分かってる。犯人は目視できましたか。いや、車の周りには誰もいないな。奥にある事務所に引きこもってるんだろ。距離はショーウィンドウまで55。狙える距離だな。一度合わせとこう。はい。湿度66、気温18、北北西2メートルの風、距離55、アングル39。標準点と着弾点の差は下に15センチ、メモリは6、アップ3以上です。よし、了解。窓際で目視できたら狙えるな。十分狙えます。わかった。狙撃手はここだけでいい。やれる感じの人だ。やれる感じの人たちだ。ああ、ん、シシドか。北村だ。はい、シシドです。狙撃は可能だ。突入部隊を建物の左右に5人ずつ配置してくれ。わかりました。いいか、絶対に死角から入れ。犯人に見られるなよ。もちろんです。突入のタイミングは無線で指示する。わかりました。突入はありますか。まだ何とも言えないな。西脇、条件が変化したら声をかけてくれ。はい。北村です。そっちの状況はどうだ。条件は悪くない。ここから狙えるよ。突入班は左右のビルに5人ずつ配置した。了解した。出番がないことを祈っているよ。そうですね、何かあった時用。もちろんだ。やばい時はもうこの人たちがってことだね。お前んとこの若造かなりの切れ者だって話じゃないか。鬼塚ならうまくやるよ。うまくやれるかな。うまくやれますかね。ちょっとわからないですけどね。ちょっとわからないですけど、あのキャリアだけが悩みの種だな。ぶち壊しの小山田か。ぶち壊しの小山田。最悪だな。早速鬼塚と揉めてたな。ああ、やけに張り切ってる。何もしないのが一番だと誰か言ってくれないかな。いざという時はここから撃ってやる。撃ってくれ。撃ってください、小山田さんを。はは、頼むよ。よろしく頼むよ。北村さんでよかった。そうだね、なんかそういう感じだね。北村さんなら小山田の命令を無視してくれる。俺が指名したんだ。まあ、どっちにしろ奴に勝手な真似はさせないよ。原和也の件は一課の担当に拒否された。あー、拒否された。ダメか。起訴も確定してない容疑者を外に
出せなんて無茶だと抗議されたよ。それはごもっともです。まあ待ってなよ、別ルートで当たってみるからよろしく頼んます。片桐さん、期待してます。ありがとうございます。鬼塚、販売店のプロフィール取れたぞ。オーナーは鈴木、藤尾、35歳。若いね。一橋銀行頭取の息子だ。はぁ、金持ちばっかりだな。なんかそうだね、あのほんまにほんましかり。どういうことだ。いや、すみません、続けてください。店員は4名、内訳は営業3名に事務が1名だ。オーナーを入れれば最大5名があの中にいるってわけね。まあそうなるな。でも客の数まではわからない。それはもちろんです。神崎にリストを渡してもらえますか。まあ待て、吉岡の情報を会社経由で入手した。お入手した。中村さんに頼まれてフェスタって会社に電話したの。それで社長に事情を話したら協力してくれるって。個人情報をメールで送ってくれる約束よ。まあこういう状況下だからね。中村さん、ありがとう。何よ、電話したのは私よ。私の手柄よと。噛みつくな。それで証人は本間隆義はかなり渋ってたらしいよ。らしいって、私が頼んだんです。あ、はるちゃんが。はじめはもう関係ないって何度も繰り返してました。あの本間って人、何かやましいことがあるんでしょうか。あるんじゃないですか。どうしてそう思った。事件に巻き込まれるのが嫌だって言ってましたけど、何か違うと思いました。なんだかすごく警察のことが嫌いみたいな感じなんです。よくあれだね、観察してるね。だから何かやましいことあるのかなって思って。それで何て言ったんだ。どうしても来ないなら迎えに行きますって言いました。うまいこと言うな。だからもう調べたら、あの部屋にはなんかあるな。もうやってんな。やってるかもしんねえな、薬。はは、面白い。あるじゃん、それ脅迫だよ。任意同行で来てもらえばいいんじゃないですか。容疑者じゃないんだから。でもだって協力ですか、これ。権力を振り回してるってマスコミに叩かれるよ。まあいいだろ、来てくれるって本人が言ったんなら。もう一人の方は探偵の中川、吉勝。全くダメね、取り合ってくれない。口調は丁寧なんだけどはっきり断られたわ。どうしてもって言うなら弁護士を通してくれって。あー、そうか、あいつは一筋縄ではいかないと思ってたよ。もう喋りの感じからして、だからすぐこう折れたのか。鬼塚さん的にも前電話した時ね。中村さん、お願いできますか。中川探偵事務所の中川陽一だな。あ、吉勝だな。そうです、叩けば埃が出そうな気がします。分かった、洗ってみよう。優秀なメンツだな。鬼塚さん、営業マンが外回りから帰ってきました。おー、よし、隣で話を聞こう。営業マン、水野。ケイさん、テロですか。テロじゃありません。逃走中の犯人が店に突っ込んだんです。あの、まるで日本じゃないみたいだ。ここは日本ですよ。分かってますよ。でもわざわざうちの店に突っ込まなくても。まあまあ、従業員としてはそう思うよな。店を出た時の状況を教えてください。状況？店に残ってたのは誰と誰？ああ、オーナーはいました。ああ、はい、オーナーはいるんですね。それからチーフの、三木さん？営業の宮田もいました。じゃあ3人ですね。あ、いや、ジムの杉浦さん。合計4人。そうだと思います。多分そうです。お客様は。
午前中は何組かいました。でも午後は予約が入っていません。予約のお客さんしか来ないんですか？平日は来ませんよ。冷やかしの客はたまに入りますけど。つまりお客様は中にはいない。ほう。そう思います。何か変わった様子はありませんでしたか？店を出るときですか？今朝会社に来ていつもと違うと感じたところは？いや特には。ああでもん、でも何ですか？これは関係ないですよ。どんなことでも構いません。オーナーの機嫌が悪いんでびっくりしました。お茶の入れ方が下手だってめぐみを叱りつけたんです。めぐみ？ああごめんなさい、杉浦めぐみ。ああはい。僕たち結婚の約束をしてるんです。あ、そうなんですか。だからめぐみが心配で。刑事さん大丈夫ですよね？めぐみは無事ですよね？安心してください。怪我人は出ていません。まだ。刑事さん、お願いします。早く解決してください。わかりました。努力します。どうして変だと思いました？何のことです？オーナーが怒ったことがどうして変なんですか？そういう人じゃないってこと？普段は。ああ、その話。鈴木さんはめったに怒らない人なんですね。お茶の入れ方で文句なんて言ったことがない人ですから。でもきっと虫の居所が悪かっただけだと思います。虫の居所が悪くなるようなことがあったんですね。その後は普通に仕事してましたから。わかりました。ありがとうございました。あの刑事さん、外で待ってもいいですか？めぐみが心配で。構いません。でもテープの中には入らないでくださいね。わかりました。婚約者が中にいるんで気が動転してるのね。膝が震えてたわ。世の中には婚約者と金持ちしかいないのか。もう金持ちばっかりだな今回だな。出てくんの容疑者のプロフィールだ。もう一度目を通してくれ。吉岡、なんでこんなことを。問題は動機だ。人質5人の中で原夏子だけは吉岡の顔見知りだ。1年前に別れていますが、昔の交際相手です。今は全然なんかね、関係ないみたいな感じで言ってたのよね。鬼塚と神崎は一度吉岡と接触しているな。はい。鬼塚、吉岡と交渉はできるか？できます。ただ、犯行の動機がわからない。吉岡への対応を間違うと人質が危険です。中丸くんはどうも、プロファイリングできるか？データが足りない、断定は難しいですね。まずは、類型的な事例に的を絞る。その上で一度接触している鬼塚の意見を参考に、吉岡の犯人像を仮定する。仮定する。その犯人像をもとに交渉を進め、新しい情報を手に入れる。なるほど。この手順でいいですか？いいだろう。その線で進めてくれ。ん？出たぞ。またこれだ。プロファイリング。統計では一般的に立てこもり犯の動機は、金品、怨恨、薬、思想。この4つでほぼ 99%。 なるほど。それならじゃあそれのどれかか。薬ってのは麻薬による錯乱。そうだな、一般的には錯乱してることが多い。最後の思想は、政治的な思想または宗教的な思想。わかんないけど今回はその辺は違うんじゃないか。何らかの理念に基づいて目的を達成しようとするケースだ。あーまあでもな、なんかそれか。何らかの目的、まあそうだね、目的達成のために。吉岡には前科がない。薬と思想の2つは過去の事件からは判断しづらいな。鬼塚、実際に接触して可能性があると思うか？薬はないと思います。目つきはまともだった。思想もないでしょうね。吉岡の勤めるフェスタは普通のデザイン会社です。まあだから、
そうですね。怨恨あたりですか？そしたら、政治や宗教にのめり込んでいるとは思えませんね。じゃあ薬と思想は同期から外して考えよう。残りは金品と怨恨。金品の可能性はないんじゃないかな。二つの可能性、二つの可能性が高いのは、まあ怨恨じゃないですかね。夏子と吉岡は昔付き合っていた。振られたことを逆恨みしてる。どうでしょうね。まあ、なんで別れたかとかもあるしね。そもそも。普通に考えれば可能性が高いだろうな。いいか、鬼塚。まずは、吉岡の要求を受け入れてくれ。吉岡の要求を、受け入れる。わかりました。了解です。下手に挑発すると、危険だ。わかりました。気をつけます。でも何か引っかかる。どういうこと？何か気になることでもあるのか？怨恨だけでは説明できないような気がします。まあ確かに。なんだろう。なんだろうね。だから、もしわざとこの場所に突っ込んだんだとしたら、まあでもそこもはっきりしないですけどね。まだね。まだ何かあるなと。それは、ん？まあ、結構前だからね、実際。実際は、前ですからね。夏子と別れたのは1年前。その頃にもストーカー騒ぎがあった。桜井は詐欺の常習犯。桜井と夏子はグル。そうだね。桜井と夏子は。どうしようかな まあ1年も前ですもんね。この件は絡んでると思うんだよね。この件は絡んでると思うんだけども。夏子は桜井とグルで詐欺を働いていた。それに気づいたことが引き金になったとしたら、それあるんじゃないかなと思うんですよね。だって、1年も前なんで、そのことって。じゃ何かしらトリガーがあったんじゃないかと。なるほど、動機としてはあり得るな。ただし、可能性があるというだけだ。そうですね。交渉で吉岡から情報を引き出せば判断材料も増えるはずです。そうだな、犯人像を絞るのはそれからでも遅くはない。だが詐欺の話が本当なら誠実に話した方がいい。過敏になってるから、嘘はつかない方がいい。ああ、なるほど。嘘はつかない方がいい。いいな。わかりました。よし、その線で行こう。
鬼塚、できるだけ具体的な情報を引き出してくれ。人質は5人で確定か？いえ、少なくとも5人という意味です。店内にいる客が巻き込まれている可能性があります。それはっきりしてないもんね。いないんじゃないだろうかというところで、吉岡を怒らせて人質に怪我をさせたくない。人質の安全を最優先してくれ。わかりました。まあだから、そこはだから本当に、重視してっていう感じになるってことね。さっき言ってた、その、嘘はつかない。で、受け入れる。その辺が大事なのかな。もう一度交渉の方向性を確認しておこう。嘘はつかない。要求を受け入れる。これ交渉始まるな。わかりました。行きましょうか。この点に注意して話を進めた方がいい。めっちゃ念押してくるってことは、そういうことだな。これが大事ね。わかりました。やってみます。変な動きをしたら撃つ。あ、三人いて、女が一番前だ。縦に並べ。縦。助けてください。あ、ミキ。ミキさん。金庫はここにあります。鍵は私が持ってます。勝手に喋るな。すみません。金なんてどうでもいいんだよ。金じゃない。おとなしくしてれば、お前らには手を出さない。お前らには。だが勝手なことをしたらその場で撃ち殺す。わかったな。は、はい。そこで見張ってろ。警官が近づいたら、ザイルを、ん？ザイルを引いて知らせるんだ。あー、なるほど。今、よく見たら、縛ってんね。はい。わかりました。おい女、お前は、杉浦めぐみさんっすね。は、はい。いいか、もう一度だけ言う。ここを出たかったら言う通りにするんだ。いいな。はい、はい、はい。はい、はい、はい。あ、鬼塚さん、誰か出てきました。見せてくれ。お。出てきているね。水野さんはいるか？野村、すぐ呼んでくれ。確認ですね。間違いありません。男性二人は、ミキさんと宮田。あの女性が杉浦めぐみです。刑事さん、大丈夫でしょうか？大丈夫です。安心してください。まさか処刑されるなんて、そんなことないですよね。どう見ます？鬼塚さん。心配するな。見張り番だろ。わかってますね。もう、鬼塚さんにはね。見張り番？犯人は一人だ。警官が潜入しないように見張りを立てる必要がある。奥の事務所からは、外は見えないから。三人を結んだザイルの先が、事務所の中に伸びてるだろう。不審な動きがあればザイルを引いて知らせろと命令してるんだろう。そうか、よかった。安心するのはまだ早い。見張りを立てるってことは長期戦を覚悟したってことだ。なるほど、そうですね。さて、そろそろ話してもいい頃かな。中に入るんですか？入らないよ、まだ電話の方がいい。これは無理です。ん？我々の指揮官は北村大将。あら、おい、小山田がなんかやってるんすけど。あいつは警視だ。私の階級は警視正です。どちらが上だ？お言葉ですが、小山田警視正、隊員にとって現場の指揮官の命令は絶対です。私は警視正、国家公務員だ。こういうやつがいるから、こういうやつがいるから厄介なんだよな。国の責任を負う立場だ。地方公務員の北村とは発言の重みが違う。なんでこれ
私に逆らえば国を裏切ることになる。この発言全部もうアウトじゃないか。も言ってたこと今シシロ、貴様はそれを分かってて言ってるんだろうな。しかしキリッセ、しかももうカカシもない、しかももうカカシもないなんて実際にやついたんだ。ゼロ化の片桐だって最後の判断は上司である私に任せると言った。え、あれ、そんな話にはなってないよね。あの片桐さんが、勝手に言ってんな。そうだよ、片桐なんか俺の言いなりだ。私が合図したらすぐに突入しろ。これやっぱ北村さんに小山田狙撃してもらうしかないな。わかったな、宍戸。あ、はい。受話器を上げれば自動的に録音されるように設定してある。よし、じゃあ始めるか。始まるのか。さてさて、緊張するな。どうして切ったの？電話に出るかどうか、考える時間を与えた方がいい。鳴りっぱなしは神経を逆なでする。なるほど。さあそろそろ決めてくれたかな。何の用だ。吉岡さん。やあどうも、鬼塚です。だから何の用だ。人質を解放してください。ダメだ、6人もいるんだ。1人ぐらいいいでしょ。5人だ。でも1人ぐらいいいでしょ。ダメだ、5人。こちらもタダでとは言いません。交換条件を考えてください。お腹空いてませんか？出前できますよ。腹なんか減ってない。じゃあこうしましょう。15分後にまたかけます。それまでに条件を考えておいてください。じゃあまた。こっちから切っていいの？ああ大丈夫だ。交渉に応じてくれる？もう応じてるよ。交換条件を聞いたとき一瞬黙り込んだろ。なるほど、そうか、そこを見てんだな。だから何か考えがあるってことだ。わけもなく銃を乱射するってことはなさそうだな。人質は全部で5人。事務所の外に出ている見張り役は3人だから、中には2人。そういうことだ。神崎、防弾チョッキを用意してくれ。外から電話をする。どうして？相手の顔が見える方が安心できるんだ。今のは軽い挨拶に過ぎない。これからが本当の交渉だ。始まるね。鬼塚か？鬼塚だ。容器を引こう。交渉開始。人質の解放を約束させろ。始まった。現金を1億、すべて古い紙幣で用意しろ。要求を確認する。それからボタン、ガソリンを50リットル。はい、これが第2。最後にセスナだ。調布飛行場にセスナを用意し、セスナ、これが第3の要求だ。現金を1億、ガソリン50リットル、そしてセスナ。要求はこの3つか。そうだ。全部用意したら人質を全員解放してくれるのか。バカバカしい。全員なんて無理だ。いや、全員を解放してくれよ。ダメだ。全員を解放してくれ。全員無事に返すと約束してくれ。寝言を言う。人質は俺の切り札だ。分かった、1人ずつでいい。1人ずつでいい。順に解放してくれ。逃げる前に人質を全員解放する。バカはどこに。全員解放する前に人質を傷つけないと約束してくれればいい。被害を加えないと約束したら。バカにしてんのか。ちょっと待ってくれ。うわ、なんか今見れなかった質問。分かったよ、分かったから落ち着いてくれ。人質の安全が最優先だ。君の指示に従うよ。それで来たろ。
初めからそうしろ。手間をかけさせるな。じゃあ話を続けよう。俺は3つ要求を出した。どうするつもりだ。答えろ。金は手配した。セスナなんか無理だからな。金は手配した。1億。銀行が閉まってる。かき集めるにはそれなりの時間がかかる。警察の金庫にあるはずだ。そうだろ。金庫にある額なんてせいぜい500ってとこだ。 500？ たったそれだけか。しょうがないな。じゃあガソリンからでいい。ガソリンと交換に人質を1人解放してくれないか。いいだろう。1人ならいいだろう。よし、ありがたい。ガソリンはすぐに用意できる。いや、ちょっと待ってくれ。うっかりしていた。ガソリンは無理だ。無理だって？どういうことだ。謝りましょう。こっちの初歩的なミスだ。すまない。ガソリン50リットルは爆発物に該当するんだ。渡すことはできない。なんとかしろよ。分かってる。方法がないわけじゃない。どうするんだ。ガソリンは車に入れるんだろ。当たり前だろ。車は飛行場までの逃走用だよな。そうだよ。分かりきったことを聞くな。それならガスを満タンにした車を届けても同じだ。それでどうだ。妙なこと企んでないだろうな。信じてくれ。企んでなんかいない。信じてくれ。こっちは裏切らない。人質の安全が最優先だ。いいだろう。どうやって届ける。簡単な話だ。君の車はまだ動くか。多分まだ動く。でもガソリンが足りない。君の車を人質が運転する。バックで出してくれ。空いたスペースにガソリンを50入れた新しい車を入れる。どうだ。簡単だろ。いいだろ。信用してやってもいい。よかった。感謝するよ。安心するのは早い。1億とセスナはいつ用意できる。そんなできるわけ。まだ何とも言えない。ダメだ。すぐに用意しろ。え、嘘ついちゃダメだから。無理だ。嘘はつけないから。こんな、だってさ、いきなりやれるなんて言えない。俺には決定権がない。決定権がない。じゃあ決定権を持ってるのは誰だ。指揮官の片桐だ。1億とセスナのことは片桐に相談して返事をする。情けないやつだ。いちいち許可がいるのか。俺は交渉人だ。指揮権はない。じゃあその片桐ってやつをすぐ呼んでこい。それはできない。え、できないんじゃない。それはできない。交渉は俺の仕事だ。分業制ってやつか。そっちの都合だろ。俺には関係ない。俺が聞いてきてってのはできる。そうだな。でも無理だ。交渉人には指揮権がない。指揮権は、指揮官は交渉しない。そういうルールなんだ。そんなルール誰が決めたんだ。さあな。少なくとも俺じゃない。開き直るな。できないこと、お前の言うことなんか信用できない。なあ、わからない。どうぞ。約束、人質を都合のいいことは並べてんだろ。約束は守れるのか。そ、聞かせてくれ。そっちは約束を守れるのか。怪しいな。そっちこそ約束を守れるのかい。偉そうに説教するな。おしゃべりの時間はもう終わりだ。お前は何も分かってない。何が分かってない。教えてくれ。どうせ俺のことをただのストーカーだと思ってるんだろう。ストーカーじゃないって言うのかい。夏子とよりを戻そうなんて思ってないよ。じゃあなぜ彼女をさらって逃げたんだ。天罰みたいなもんだ。天罰？今天罰と言ったか。ああ、そうだよ。天罰だ。結婚詐欺がそんなに許せなかったのか。ああ、やっぱそういうことなんだ。許せないね。あの女別れる時に何て言ったと思う。金が稼げない男なんてまともな男じゃない。貧乏するなら他の女を選べってそう言ったんだ。俺を蔑むように笑いながら言ったんだ。だから天罰を下すのか。違うね。違う。あんたはまだ何も分かってないんだ。教えてくれ。どういう意味だ。まあいいさ。そのうち分かるだろう。もうちょっと付き合ってやるよ。1億とセスナのこと上司に相談してくれ。返事を待ってくれるのか。いいだろう。待ってやるよ。ありがとう。できる限り努力する。行け。俺の方から連絡するときはどこにかければいい。そっちの回線はすべてこの電話に入るようにあれしたから、いつでも呼び出してくれ。そうか、分かった。よし。いけたんじゃないのか、今回は。これ冷静に見たぞ。
人質の解放約束。吉岡は人質一人の解放を承諾した。いや、それを、その後そのまま行かせるのにこんな苦労するんだな。すごいこう、ブレかけたからね。ブレしたのを修正してっていうのの繰り返しで。いや、これ、汗だくなんだよな。めちゃめちゃ、急に、汗だくです。車に発信機と盗聴器は、もちろんつけます。でも車を使うとは思いませんけどね。やはりそう思うか。セスナを要求したってことは、もうだから、ぶっちゃけ逃げるつもりねえんじゃないかなって思っちゃったよね。え、どういうことですか？1億もセスナも取ってつけたような要求だ。なんか、結構、なんか、金額が、あ、ね、すごいし、セスナもなんか、え？みたいなやつだし、だから、違うんですね。だから、怨恨ですね。結局。結局怨恨。さっき中村さんが言ってた通りの、計画的な犯行だとはとても思えない。賛成だな。セスナを調布、飛行場に用意しろなんて無茶苦茶な話だ。ジャンボジェットよりは現実的だと思うけど。機体の大きさじゃない。逃げた方角の問題だ。ん？方角？あー、なるほどね。新宿に向かうはずがない。調布と新宿は逆方向だ。あー、そういうことなんだ。それに一般的なセスナの航行時間は5、6時間。燃料をフルにしても1100キロがいいところだ。給油なしで海外には行けない。絵空ごとだな。じゃあなぜ要求を出してきた？目的が別にあるとしたら、逃亡計画を晒すことが目くらましになる。そういうことだね。本当の目的を悟らせないようにするため。考えたくはないが最悪の事態もあり得るってことだ。どういうこと？あそこから生きて出るつもりもないのか？どこにも逃げるつもりがないってことはどういうことだ？目的を完遂するまで。え、どういうこと？初めから死ぬ気で行動してるってことだよ。そんな可能性があるってことだ。まだどうかはわからない。なんか話聞いてていろいろ思うところあったんだよな。でもちょっともう次にだからもう、ちょっと、あれだったけどさ。可能性があるってことだ。鬼塚、被害を最小限に食い止めるためには突入という選択肢もある。これまた来るな、多分。頭に入れておけよ。わかりました。これからどうするの？とりあえず、吉岡の反応を待つ。片桐さん、セスナはいりません。でも1億は用意してもらえますか？わかった。本庁に連絡しよう。欲しくもないものを差し入れるの。簡単に言えばそうだ。こっちの芝居に乗ってきてくれれば少なくとも時間は稼げる。その間に交渉で人質を一人でも減らす。それが最優先だ。なるほど。鬼塚さん、証人が到着しました。本間孝義さんです。やっぱ結婚詐欺のことも知ってたから、吉岡さんね。こんなところまで呼び出してどういうつもりなんだ。分かってねえみたいな感じで結構言ってきたんですよ、こっちに。お前は分かってない、分かってない。だからなんか、あるんだな。今、拳銃を持った犯人が立てこもってる。原夏子さんたちを人質にして、俺は関係ない。関係があるかないかはこちらで判断します。質問に答えてください。あんたの質問に答えれば、解放してくれるなら。約束します。ならさっさと始めてくれ。まず、ストーカーについて。本間さん、あなたストーカーですか？ストーカーなんて知らないって言ってんだろ。前にも話しただろ。被害者はこっちだ。じゃあ質問を変えよう。桜井雅子のことだ。桜井は逃げましたよ。君の連絡先を漏らした後消息を絶った。問題は桜井雅子と夏子さんが手を結んでいたかどうかで、そこの、まあ、証拠がね、結局その探偵と話もできないし、そこははっきりしないんですよ。だからグルだって言ってんだろ。だから一応話を聞いたんですよね、本人から。話を聞いたら、
なんか、その慰謝料の話も食い違ってて。だからどっちがっていうのあるけど、いいだろう。二人は共犯だったと仮定しよう。今あそこに銃を持って立てこもっているのは吉岡って男だ。知ってるか？知らないね。初めて聞く名前だ。何か言ってませんでしたか？夏子さんが吉岡のことを。昔の男のことなんて漏らすはずないだろ。あの夏子が。本当に知らない。だから俺は関係ないって初めから言ってるだろ。何を聞かれても答えられないんだ。無駄なんだよ。もう帰らせてくれ。もう少しだけ付き合ってください。高梨さん。高梨さんはやれる子だからな。呼びました。呼びました。中川義和と連絡が取れました。いいえ、電話に出てくれません。わかりました。ありがとう。失礼します。というわけだ。中川さんはなかなか優秀な探偵だ。警察には全く協力してくれない。言ってなかったが、親が金を握らせてるんだ。説得してもらえませんか？何を？警察に協力するように頼んでくれ。あなただったら、ねえ、中川さんを説得できるんじゃないですか？意味あるかな？意味はある。中川を呼び出せたら帰ってもいいか？いい。ぶっちゃけ中川さんだけでいい。ああ、中川さん。以前お世話になった本間隆義です。お願いしたいことがあってお電話しました。折り返し携帯に連絡をください。これでいいんでしょう。留守電に入れました。連絡が入ったらこちらに来るように説得しますよ。帰っていいですね。いや、待ってくださいよ。どうしてそんなに帰りたがる？警察が嫌いなんだ。一度捕まったから。今なんか部屋調べられたらまずいもんでもあんじゃねえのか。知ってるんだな。あ、前科のことはな。これ以上脅すなら弁護士を使って訴える。どうぞご自由に。俺は本気だぞ。弁護士への報酬は誰が支払う？また親に尻拭いをしてもらうのか。でもどうかな。俺はマスコミに喋る。それでも親は援助してくれるか。黙ってろ。わかったよ。約束するよ。うまいことやんな。中川に連絡させればいいんだろ。いいでしょう。お帰りください。さすがだな。さすが。何か変わったことは？特に動きはありません。でも大変だったのよ。小山田警視正が片桐さんを呼べって。陣頭指揮は俺が取るって言い出して大騒ぎしてたわ。あの人は更年期じゃないですかね。ちょっとねえ。ちょっと、調子良くなさそうでしたよ。それでどうした？片桐さんが出てきて、きっぱり断った。さすが片桐さん。あのおっさんそれで納得したのか。しぶしぶ引き上げたけど、諦めてくれるかしら。身内に敵がいるってのも辛いもんだな。鬼塚だ。お前の条件を飲んでやる。お。よかった。ありがとう。人質を解放してくれるんだな。変な動きをするなよ。警官の姿が見えたら、全員殺す。約束する。君の車が出てきたら、女性捜査官の車が、ゆっくりと入る。武器は持っていない。車を所定の位置まで動かしたら、捜査官は手を挙げて外に出る。盗聴器仕掛けてんだよね。それでいいな。ああ、それでいい。いいか。約束を破ったら殺す。これは脅しじゃない。覚えておけよ。約束は守る。10分後に人質を出す。用意しておけ。北村、俺だ。小山田がうろついてる。そっちから見えるか。狙撃しろ。狙撃しろ。あいつ、うちの宍戸に突入の命令を出すと宣言したらしい。大丈夫か？大丈夫だよ。宍戸もそのあたりは心得てる。片桐から命令が出ない限り突入はないと言ってある。安心だ。よかった。本当にこの人でよかった。それを聞いて安心したよ。どうだ、長引きそうか。もうちゃんと分かってるんだよね。だから、あの人が、あの人がやべえやつだっても分かってるから。
これから人質が一人解放される。長引くかもな。わかった、覚悟しとくよ。まあまあまあ、まだまだ始まったばかりということで。で、入れるんですよね。神崎さんと。よくやった。吉岡は何か言ったか。一億とセスナはどうしたって聞いてきた。どう答えた。鬼塚から連絡させるってそう言っておいた。完璧だ。よし、それで100点だ。合格だ。チャプター3。え、終わり。マジ、それで終わり。次行きましょうか。宮田さん、とにかくびっくりしました。あ、解放されたのね。車で突っ込んできた後、いきなり発砲したんで。銃を撃ったのか。天井に向かって一発。それから動くなって叫びました。その時のポジションを確認したい。ポジション？誰がどこに立っていたかってこと。あ、それなら覚えています。僕はフロアの中央に立っていました。はい。マネージャーのミキさんは奥のカウンターでコーヒーを飲んでいました。オーナーと杉浦さんは事務所の中にいました。うお、車が突っ込んできて目の前で止まった。それから犯人はどうしました。助手席にいた女性の腕を掴んでこっちに歩いてきました。そして天井に一発。それから動くなと言ったのね。そうです。次に事務所に入るように指示されました。事務所。あ、じゃあやっぱなんかもう分かってる感じの動きだな。なんかなんとなく。ミキさんも。そうです、僕とミキさんが先に事務所に入りました。それからあの男と人質の女が一緒に事務所に入っていきました。それから？ん？いきなりオーナーを殴ったんです。あー、やっぱ知ってる感じ。拳銃を持った手で。え？どういうつながり？結婚詐欺に絡んでんのかな？そうです。オーナーがその場に倒れて全員パニックになったところ。天井にもう一発。そしてバッグから財布を出してみんなを縛るって。犯人はバッグを持ってたんですね。あ、じゃあもう計画済みというか、その辺はもう用意をした上でってことですね。助手席の女に持たせていました。そのバッグに財布。そうです、登山で使うような丈夫なロープでした。登山用のナイフも持ってた。ああ、そうです。ホルスターに入った大きなナイフを持ってました。ザイルで縛ったの、私です。まず気絶したオーナーの手首と足首を縛りました。それから助手席の女を床に座らせて、机に縛り付けました。ああ、机に。犯人がそう指示した。もちろんそうです。それから、ミキさんが、杉浦と僕を縛りました。はい。ミキさんを縛ったのは犯人です。はあ。杉浦、僕、ミキさんが一列になるようにザイルで縛り直しました。事務所の外に出たのはすぐその後ですか。いや、しばらく経ってからです。3時間ぐらい放置されていたような気がしました。あ、結構
でも実際には30分くらいだと思います。その間、犯人は何をしてましたか？助手席の女にボソボソ話しかけていました。小さい声だったので何と言ってたか聞き取れませんでした。殴られたオーナーは意識は戻りました。気絶したままでした。あー、なるほど。犯人を観察して何か気づいたこと？そんな余裕はありません。殺されるかもと思って震えてましたから。部屋から出るとき何か言われましたか？いいえ、特には。まあ、そういえば、ミキさんが金庫の鍵を持っていると言いました。そしたら犯人は金なんていらないと言いました。やっぱそういう感じだね。金はいらないと言ったんですね。ええ、確かにそう言いました。あなたとミキさんと杉浦さんの3人は見張り役ですか？そうです。警官の姿を見かけたら財布を引くようにと言われてました。ありがとうございました。なるほどね。片桐さん、原和也は？総監に頭を下げたよ。もうすぐ到着する。あ、マジっすか。助かります。中村さん、中川義和の調べは終わってるよ。前科がありました？いや、何も出なかった。でも面白い話がある。もともと中川義和は刑事だった。意外だろ？警察をリタイアした探偵なんて珍しい話じゃない。ニューヨークならそうだろ。でも日本じゃ珍しい話だよ。面白いのは肩書きだけじゃない。中川は懲戒免職になった。理由は人質事件の強行突入。無理な突入を指示して犠牲者を2名出して。耳の痛い話だ。その時の指揮官は小山だ。そうだ、笑える話だろ。笑えませんね。自分の過去と当てはめて考えると笑えない話ですね。すまん。吉岡慎二の動機はまだわからないか。会社から送付されてきた資料を信じるなら生活態度に問題はないです。思想と薬の線は除外していいでしょう。じゃあ怨恨の線は？それかもね。だからまあそれかも、それだろうね。その自分が別れる時にそういう風にいろいろ言われて、で今現在結婚詐欺もしている。でも怨恨だけなのか？それがまだわからない。どういうこと？憎んでいるのか、愛しているのか、復讐したいのか、道連れにしたいのか。そこを見極めないと必ず失敗する。中村さんならこの後どうする？白旗を開けるね。片桐さんに突入の準備をお願いする。犯人に直接聞いてみれば。それは危険だ。感情が高ぶって暴力の引き金になる。俺にはそんな勇気はないね。吉岡はバッグにザイルと登山ナイフを用意していた。この立てこもり事件を計画的な犯行と考えることはできます？考えることはできる。でも原夏子を拉致するために用意したとも考えられる。そう考える方が自然だ。ありがとうございました。どうする気だ？もう少し粘ってみます。鬼塚、意地を張るなよ。名誉よりも人命優先だ。分かってます。分かってはいますが、人質を確保した。約束を守ってくれて感謝する。1億とセスナはどうした？金は本庁から取り寄せている。セスナは申請が必要なので時間がかかる。金はいつ用意できる？まあ、金はね、だから目的ではないっていうのは分かってますけど。もう少しかかる。いつ用意できると聞いてるんだ。こっちも急いでるんだ。1億なら多分3時間以上はかかる。2時間以内に用意しろ。2時間を過ぎたら人質を1人殺す。できるだけ努力する。
できるだけじゃダメだ。必ず2時間以内に用意しろ。もう一人だ。金を用意したらもう一人解放してくれ。女はダメだ。女はダメ。女はダメということは、何か、ん?杉浦めぐみさん?は、なんか、あんのか?男でもいい。もう一人解放してくれ。いいだろ。だから変な動きをしたらその場で全員を撃つ。男はいいんだ。この2時間が勝負です。どういうことだ。1億と引き換えに人質をもう一人解放させます。でもそこで行き詰まる。行き詰まる。そうだ。こちらの手札は3枚しかない。はじめは逃走用の車、次は1億円、最後にセスナ。2枚目を切ったら最後の1枚になる。当然のことでしょ。残り1枚になったらお互いこの茶番に耐えられなくなる。向こうも別にだって欲しいと思っていることではないから。わかるか?わからない。吉岡は宮田の前で金なんてどうでもいいと口走った。これは本心だと思う。でもあいつは金を2時間以内に揃えろと言った。自分の方から制限時間を切ったんだ。意味がわからないな。そうなんです。金だけ急いでも全く意味がない。車、金、セスナ。この3つが揃わなきゃ逃げられないんだ。なるほど、じゃあどうすれば。吉岡の本当の動機を2時間以内に見つける。動機が分かったらどうにかなる。やりようは出てくるかもしれないと。どうにかしてみせる。もし分からなければ、突入を考えた方がいい。セスナの話を持ち出すのは危険すぎる。でも、最後の札でしょ?セスナは持ち札としてカウントできない。人質を見殺しにしたいなら今すぐこう引けばいい。セスナでどこに飛ぶんだ。そこで交渉は終了。あいつは二度と電話に出ないだろう。なるほどな。話は分かった。2時間で片をつけよう。もし成果がなければ北村に突入を指示する。そうしてください。神崎盗聴は、車に仕掛けた盗聴器で、ショールームの声は拾えるのか。録音してます。リアルタイムで、はるちゃんが聞いてます。はるちゃんが?情報を掴んだら、すぐに知らせてくれ。鬼塚さん、お客さん、探偵の中川さんです。お。来たか。表で目にしました。小山田圭司はまだ現役ですか?ああ、現役ですよ。今は、警視正です。出世したんですね。皮肉なもんです。私は、小山田の部下でした。ああ、苦労したんでしょうね。知ってます。調べさせてもらいました。気苦労が見えますね。そうですか。それなら話が早い。依頼人の要請で出向いてきましたが、やはり協力できません。小山田に関しては一切関わってないんで大丈夫です。小山田のことでしたらご心配ありません。指揮官は片桐優作。我々ゼロ課と小山田は無関係です。むしろ、迷惑な、やからと思ってます。じゃあなぜあの男が現場に?さあまあ、更年期じゃないですかね。誰も呼んでません。暇なんでしょう。それは本当の話ですね。本当です。だからマジで、あれもただの不老者だと思ってください。わかりました。それならお話しします。では、依頼の内容と調査結果について教えてください。依頼人は本間隆義。依頼内容は、桜井雅子と原夏子に関する詐欺容疑。一つ確認します。この会話は録音されてますか?録音してません。録音しています。どっちですか?録音しています。切っていただけますか?いいでしょう。でも会話の録音は義務付けられています。入れ忘れることもある。ものは言いようだ。中川さんが気にしてるのは証言が起訴の材料にされてしまうことだ。民事は管轄外だと言っても信じてもらえない。そうです。依頼人は訴訟を望んでいません。警察が私の証言を使って起訴すれば信頼関係は失われる。
神崎、聞いてくれ。わかりました。さあ、どうぞ。桜井雅子は詐欺を行っていたと思います。やっぱり。年収の高い男性会員を集め、女性会員を紹介する。婚約成立後に別の女性会員を使って男性会員を誘惑。証拠写真を押さえて慰謝料を請求する。まさに言ってた通りだな。手口はどれも一緒です。原夏子さんも、ああ、確信犯ですね。そうです。あぐるか。証拠はありますか？あります。提出はできませんが、一つ質問です。結婚詐欺の首謀者は、桜井雅子ですか？ん？違うと思います。違うと思う？ええ、他にいると思います。あ！まさか、それが今ここの立てこもってるそのディーラーの、やつなのか？オーナー？もしかして。この手の詐欺で重要なのは、金づるとなる男性会員を確保することです。ですから、桜井雅子の交友関係を調べてみました。でも、会員獲得につながる太いパイプを持っていません。首謀者に心当たりはありますか？調べていません。どうして？それ以上調べる必要がなかったからです。調査の対象は桜井雅子と原夏子の詐欺行為。まあ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 、確かに。依頼人が起訴しないと判断したので調査を中断しました。本間孝義を誘惑した女性会員は誰ですか？金子由香という女性です。多分偽名だと思いますが。うん、うん、うん、うん。写真はありますか？あります。でも提出できません。いいでしょう。でも本間孝義が調査資料を提出するのは構いませんよね。それは自由です。でも私が調査資料を提出することはできません。筋が通ってますね。褒め言葉でしょうか。褒め言葉です。他に何かお聞きになりたいことは？今のところは。残ってもいいでしょうか。鬼塚さんは腕利きの交渉人だと伺っています。今日は仕事がないので、野じ馬の中に入って見物させてもらいます。どうぞご自由に。なんかいろいろ見えてきましたね。だから、その、首謀者が、あの、オーナーで、で、その、浮気の人、金子由香さん、偽名だろうみたいな話でしたけど、あの、女の人は人質解放してくれないって言ってたじゃん。ってことは、ってことは、そういうことなんじゃないのかなと。残りは1時間。吉岡の動機は読めた？いや、まだだ。中川さんの話は信じてもいいんじゃない？俺もそう思う。それじゃあ、決まりじゃない？原夏子の結婚詐欺を知って、元恋人の吉岡慎二が逆上したのに。それが動機の全て。しかしどうして今更？夏子と吉岡は1年以上前に別れている。ストーカーだったの。別れた後も夏子が忘れられなくてストーカーになった。原和也が言っていたのは吉岡慎二のことだったの。これならどう？いやー、それでも疑問が残る。1年もストーカーとして付きまとってきた男がどうして今なんだ。ここまでやるっていうのは相当だと思うんですよ。で、まあ、ここの、まあディーラー、この場所がね、関わっているんだとしたら、すごい、計画的な感じもあるし、ってなってくると、拉致、暴行、殺害、いくらでもチャンスはあった。なぜ今急に犯行を決意したのか。ストーカーというわけでは、ないのではないか。びっくりした。鬼塚さん、現金が届きました。金は揃った。古い紙幣で1億だ。初めて見るわ。丸棒だったら、このぐらいの金押収したことあるだろ。押収したのは白い粉ばっかり。
そうなんだ。高梨さん、中の音は聞こえるか？ノイズがひどいんですけど、声は拾えます。何か変わったやりとりは？特に今のところは。静かにしろ、おとなしくしろ、抵抗するな。吉岡が一方的に人質に声をかけています。そのまま注意深く聞いててくれ。はい、わかりました。もう動機をさらに詰めて。片桐さん、原和也は？護送車でこちらに向かっている。これ、原和也さんの話早く聞きたいね。留守電の件が関わってるんじゃないかと思って、仕方ないわ。もう着いてもおかしくない頃だ。あと30分か。北村さん、見てください。おやまだか。おい、まだなんか、やばいんじゃない？あいつまた余計なこと、なんかやってんじゃないの？もしもし。片桐だな。今、小山田が護送車を止めてんのかよ。おい。なんだマジで、クソ迷惑、小山田。なんだって鬼塚、小山田が護送車を止めてる。バカ野郎。あのバカ。神崎、時間は15分前です。もう間に合わない。手伝ってくれ。現金を運び出す。くそ、あいつのせいで。鬼塚、突入を考えるか。5分あれば準備はできる。いや、交渉して引き延ばしも分かります。くっそ。だったら、原和也は俺が直接行ってそれでこよう。お願いします。くっそー。5分前です。分かった。交渉をスタートする。始まるぜ。またまた始まるぜ。鬼塚か。ああ、待たせた。金を渡す時間を引き延ばせ。金は用意できたか。ああ、用意できた。ああ、1億は用意できた。そうか。約束を守ったな。引き延ばすんですよ。じゃあよこせ。それで人質はもう一人解放してやるよ。一つ問題がある。どんな問題だ？一万円札で揃えられなかった。問題ない。そのままよこせ。金、ん？確かにこっちも？万札で1億とは。まあそのぐらいは、7000。合わせれば1億あるんだろ？ならそれでいい。いいのか？よく考えてみろ。揃わなかった3000万はすべて、1000円札だ。数にして3万枚だ。どれくらいだ？段ボールで6箱。一人で持ち運べる量じゃない。バカにしてんのか。段ボール6箱の札束？そんなものに渡されてどうしろって言うんだ。もう少しだけ待ってくれ。銀行に協力を要請してる。3000万をここに届けてもらう。もちろん1万円札で。初めからそうしろよ。最初から銀行に頼ってれば、揃ったんだろ。真面目に揃える気がなかったのか？言い訳すっかな。そうか、わかった。お前わざと謝ろ。すまない。完全にこっちのミスだ。千円札になったのはただの手違いだ。だが、もう大丈夫だ。5時までには残り3000万も届く。待てない。約束は2時間以内だ。確かにそうだ。そうだな。俺は約束を破った。それは謝る。謝ることはない。付けは人質に払ってもらう。人質には手を出すな。頼む。頼むだと。ずいぶん虫のいい話だな。頼むって言えばどうにかなると思ってんのか。さらに頼むか。俺だって、いらなかったかもしれない。1億を1時間で用意するなんて特例中の特例だ。上が納得できる条件が揃わないと1億なんて用意できない。分かってくれ。君の要求に応えるため、こっちも必死なんだ。今度は被害者面がずうずうしいぞ。勘違いするな。約束を破ったのはお前らの方だ。こっちはもう人質を一人解放してる。だからそれは謝る。約束を破っておいて虫のいい話かもしれない。でもお願いだ。もう一度チャンスをくれ。1時間くれたら金は揃える。今度こそ約束は守る。
まだ守れない約束か。俺に信じろってのか。そうだ、信じてもらうしかない。虫のいい話だ。お前の何を信じればいいんだ。嘘ばっかついてるじゃねえか。言ってみろよ、どうすれば信じられる。説得するか。俺が言いたいのは命を、いや説得はいらなかったかな。生きてさえいれば必ずやり直せる。だが死んだらそれで終わりだ。絶対に続きはない。ヒューマニズムってやつか。それともお前宗教でもやってんのか。どっちでもない、ただ事実を言ってるだけだ。ご立派じゃないか。あんた何様のつもりだ。黙れはないだろうな、黙れは。はい、その通りですって投稿すると思ってんのか。あんたに何がわかる。生きてればやり直せる。やり直せないからこんなことしてんじゃねえか。逃げるんだ。綺麗事ばっか並べやがって。お前に何がわかる。逃げ、あ、覚悟だって。押せなかった。今ずいぶん立派なこと言うじゃないか。どうせお前には一生わかんねえ。話は終わりだ。あー、くっそ、むずい。警告したはずだ。2時間を過ぎたら人一を一人殺すってな。俺を甘く見るな。くわー、なるほど、なるほど、そうきたか、そうきましたか。リトライしましょう。いやー、そうだなぁ。5分前です。まあ、だから誠実にやった方がいい。最後開き直るっていうのもありだったかな。鬼塚か？ああ、待たせた。これ何が良くて何がダメだったかっていうのが、ちょっとわからないんですよね。わからないからさ。金は用意できたか。用意はできたんだよ。あ、1億は用意できた。そう、それも、お山田が全部悪いの。じゃあよこせ、それで人質をもう一人解放してやるよ。ダメなんだよ、俺全部ね。千円札でさ、1万円札で揃えられなかったのよ。問題ない、そのままよこせ。確かにこっちも万札で1億とは指定しなかった。まあそのくらいは常識ってやつだがな。合わせれば1億あるんだろう。ならそれでいい。いいのか。よく考えてみろ。揃わなかった3000万は全て千円札だ。数にして3万枚だ。どれくらいだ。段ボールで6箱は1人で持ち運べる量じゃない。バカにしてんのか。段ボール6箱の札束はそんなものを渡されてどうしろってんだ。もう少しだけ待ってくれ。銀行に協力を要請している。3000万をここに届けてもらう。もちろん1万円札で。初めからそうしろよ。最初から銀行に頼ってれば揃ったんだろ。真面目に揃える気がなかったのか。これ言い訳しないで。そうか、分かった。お前わざとやったな。謝るか。すまない、完全にこっちのミスだ。千円札になったのはただの手違いだ。だがもう大丈夫だ。5時までには残り3000万も届く。待てない、約束は2時間以内だ。確かにそうだ、そうだな。俺は約束は分かった。それは謝る。謝ることはない。つけは人質に払ってもらう。人質には手を出すな。頼む、頼むだと。ずいぶん虫のいい話だな。頼むって言えばどうにかなると思ってんのか。これ待ってみるか。約束破っても適当に言い訳すればそれで済むと思ったのか。違う、俺は真剣に頼んでる。ガソリンは用意した。金ももうすぐ揃う。だから人質には手を出す。お願いだ。また守れない約束か。俺に信じろってのか。そうだ、信じてもらうしかない。虫のいい話だな。お前の何を信じればいいんだ。嘘ばっかついてるじゃねえか。言ってみろよ、どうすれば信じられる。これ開き直ってみよっか。信じるか信じないかは問題じゃない。信じようと信じまいと1億が揃うのは1時間後だ。たとえ人質を殺しても金が早く届くわけじゃない。1億がここに揃うのは1時間後だ。それは変わらない。あ、こっちの方がいい。開き直るな。約束をしても意味がないってことか。
お前が言ってるのはそういうことだぞ。突き放す。煙幕のこと言ってんじゃねえよ。違う。約束を守るのは大切だ。だから今努力をしてる。約束を守るために努力をしてるんだ。それだけは理解してくれ。仕方がない。1時間だけ待ってやる。そうか。それはよかった。ただし、1分でも遅れたら人質を2人殺す。いいか。2人だぞ。2人。今度こそ約束を守る。分かってるな。ああ、分かった。今度こそ間に合わせる。用意できたら連絡する。少しだけ待ってくれ。よし。なんとかなった。なんとかなったぜ。1時間の延長に成功。吉岡は怒り、1分でも遅れたら、B か。そうか。まあまあまあいいでしょう。時間がない。人の命がかかってる。小山田のせいだわ。ええ。ストーカーが君の妄想じゃないことは分かってる。ストーカーは吉岡慎二だった。そうだな。そうです。君はあの時俺に吉岡に相談してくれと言った。どうしてだ。もう一度言う。人の命がかかってる。共犯。共犯？僕と吉岡さんは共犯です。ん？はじめ姉がおかしいと気づいたのは吉岡さんの方でした。結婚相談所に登録して、いろんな男と付き合うようになった。ああ、本間高義か。他にもいました。名前は。知りません。本当です。以前の姉に戻ってほしかった。僕らは二人で協力して、姉の不審な行動を調べたんです。あ、じゃあまあ、ストーカーっていうか、まあでもちょっと吉岡に関しては、こう、いろいろこう、まあ、さらに強い思いもあったんでしょうが、半ばやばい感じで。姉の不審な行動を調べた。それでストーカーに間違われた。そうです。初めはまずいと思いました。でも思い直したんです。結果的に姉が詐欺をやめてくれるならそれでもいいと思いました。ひょっとしてあの、火をあれしたのは吉岡か。あの、言ってたじゃん。和也さんは消したって。消したって言ってたけど、それをさらに火をあれしたのは吉岡。吉岡さんも僕と同じ考えでした。でも途中で意見が合わなくなり決裂しました。僕は素人が調べても無駄だと思ったんです。でも吉岡さんは絶対に自分で事件を解決すると言い張りました。あ、だから和也さんは警察に頼って、意固地になってたんです。だから、警察に被害届を出した僕を非難しました。君の病気は、それは本当です。でも昔のことです。今は日常生活には支障がないくらい回復してます。ストーカーが君の妄想だと言い出したのは。そうだね、あの手紙のお前が辞めないなら俺も辞めないっていうのはもうそういう意味なんですね。吉岡さん的にも。そういう意味合いだったと。ストーカーが君の妄想だと言い出したのは。吉岡さんです。警察が動き出した以上、ストーカーの存在を認めるのはまずかった。認めれば警察が介入してきます。だから、俺にストーカーなんて君の妄想だと言った。そうだと思います。病気のせいにすれば都合がいいと思ったんでしょう。警察介入させたくなかったんだな。君が放火で捕まった時、火をつけ直したの。通報も放火も吉岡さんだと思います。なるほど。そういうことだったんだな。どうして言わなかった？言いましたよ。でも刑事さんたちは僕を頭がおかしい人間と決めつけていた。何を言っても無駄でした。そうか。それは、悪かったな。和也くん、一つ教えてくれ。吉岡慎二は何を狙ってるんだ？最後に会った時、吉岡さんがこう言ってました。
一番悪いやつを見つけたら自分で始末する。その時に行動を起こす。一番悪いやつをか。だからその一番悪いやつを発見したんだと思います。心当たりはありません。本当だな。もう嘘はつきません。やっぱディーラーのあの店の中の誰かかな。どうだ鬼塚、 90% 分かりました。残りの 10% はまだです。どうする、説得してみます。自信はあるのか。あります。説得か、説得ね。でも突入の準備はお願いします。合言葉、夜は雨になる。夜は雨になるか。この言葉を言うまで絶対に突入しないでください。いいだろう、タイミングは任せる。神崎、一つ頼みがある。何でしょう。新聞記者を一人連れてきてくれ。男？それとも女？どっちでもいいが、若いやつはダメだ。社の指定はある。スポーツ新聞は除外してくれ。わかった。すぐ選んでくる。鬼塚さん、今犯人が変なこと言いました。なんて言った？女性の人質に向かって、金子ゆかだ。ああ、やっぱそういうことなんだ。やっぱりそういうことなんだな。金子ゆか。確かにそう言ったんだな。間違いありません。正確にはこう言いました。隠しても無駄だ。お前が金子ゆかだ。ということはやっぱりだ、結婚詐欺のその関係者がいるんですね、そこにね。中川さん、聞きたいことがある。指揮者の前まで来てくれ。わかりました。すぐ行きます。野村、山田警部補を呼んでくれ。吉岡の車を追跡していた山田刑事だ。わかりました。鬼塚さん、どうしました？あそこに人質がいます。これで見てください。見えますか？女性の方です。はい、見えます。あの人を知ってますか？あの人が、金子ゆかですか？写真撮ってたんだもんね。写真っていうか、まあ、証拠がある。知ってます。金子ゆかです。やっぱりそういうことなんだ。本間隆義を誘惑した女です。オーナーの名前は鈴木不二雄です。彼を知ってますか？はい、知ってます。知ってる。桜井雅子が原夏子に初めて紹介した、ん？男。初めて紹介した男、それが鈴木不二雄です。間違いありませんか？一橋銀行の御曹司です。やっと分かった。山田警部補をお連れしました。あいつがやっぱり首謀者。山田警部補、一つ聞き忘れていました。何でしょう。犯人の車が突っ込む直前、ブレーキランプは点灯しましたか？ちょっと待ってください。思い出します。野村、金を先に頼む。わかりました。そういうことなのかな？どうですか？山田さん。ええ、思い出しました。ブレーキはかけてます。だってほら、あそこにくっきり見えませんか？道路にくっきりとタイヤの跡がついてる。ブレーキ痕と呼ばれる、ゴムの跡です。やっと 100% だ。新聞記者を連れてきました。よし、これで材料が揃った。チャプター4エンド。なるほど。新聞記者連れてきて何すんだろうな。でもな、
吉岡は夏子と心中するつもりだ。え、心中？鬼塚、なぜそう思う？この事件の起こる前に吉岡は原和也にこう伝えていました。一番悪い奴を見つけて自分で始末する。吉岡は一番悪い奴を発見したんです。誰だそれは。あの店のオーナー鈴木不二雄。やっぱそういうことですね。本当？本当のところはまだわからない。首謀者が鈴木不二雄っていうことで、しかし少なくとも吉岡はそう思ってる。夏子に振られ納得できなかった吉岡は彼女の身辺を探った。金目当てに次々と男を変える夏子を彼はずっと見ていた。そしてやっと鈴木という黒幕を探り当てた。夏子を変えたのは鈴木だ。そう考えた吉岡は鈴木さえいなくなれば元通りになると思った。それが犯行の動機です。夏子と心中するつもりならそろそろ危ない。人質も疲れている。時間が経てば経つほど吉岡は後戻りできなくなる。きっと次の交渉が山場になる。念のため吉岡の犯人像をもう一度洗い直そう。中村君、頼むぞ。鬼塚、何でもいい、気づいたことを聞かせてくれ。わかりました。大事ですね。吉岡について気づいたことがあります。ちょっと待ってくださいね。ちょっとトイレ行ってきますね。ちょっとなんかすごい汗だくなんですけど、トイレに行ってきます。お手洗いに。よし、やっていきますか。吉岡について気づいたことがあります。なんだ、吉岡は、おー、金にはこだわらない、金に執着していない。これしかなくない、キーワードっていうか。吉岡はあまり、金にこだわってない様子でした。確かにそうだな。金庫の鍵を無視したという宮田さんの証言もそれを裏付けている。まあ確かにね。アタッシュケースを見ても中を見せろとは言わなかった。じゃあ1億を要求した理由は？そこまではわからない。中村さん、覚えてますか？吉岡は夏子の件を天罰みたいなものと言ってました。言ってましたね。確かにそうだったな。一方で夏子に未練はないとも言っている。それは吉岡の言い訳でしょう。未練がなければここまで執着するはずがない。
うん。まあ、あるだろうな。なるほど、その通りだ。吉岡が執着しているのは金ではなく夏子だ。要求した1億は夏子への当て付けと考えていいだろう。金に執着する夏子に現金を見せびらかすために1億を要求した。なるほど。そういうことね。そう考えれば納得できる。夏子との関係修復が吉岡の目的だと考えていいだろう。夏子の話題が出たら慎重に話してくれ。夏子との話題は慎重ですね。吉岡と交渉するなら多分そこが山場になる。わかりました。それではもう一度整理しよう。次の交渉では。ん？何も書かれてないよ。これでいいんですか？この点に注意して話を進めた方がいい。え？注意する必要がないの？いいのか？わかりました。中村さん、助かります。これどうなん？これ。前はアドバイスくれたじゃないですか。大丈夫なのかな？よし、突入に備えよう。鬼塚の音声を無線機に転送する。合言葉は、夜は雨になる。それを言ったらもう、やるって感じなんだよね。鬼塚が転校の話を始めたら突入の準備をしてくれ。できればやっぱそれは、まあ、それは嫌だよな。ただ、それをあえて言ったっていうことは、そういう風な流れになるのかな？わかんないけど。わかった。宍戸には、こちらから指示を出す。西脇、風向きはどうだ？風速1メートル。北西の風。湿度は 55%。風向きが安定しているので、展示室の中央、距離62で、左右の誤差は2センチ。狙えるな。狙えます。片桐、ショールームの中央なら狙撃できる。ショールームの中央。わかった。合言葉、狙撃、突入、または合言葉、突入。そこの判断は任せるが、まずは合言葉を待ってくれ。了解。いやー、どうなるかな。そろそろ時間だな。始めようか。金を揃えたか。きっちり1億円揃えた。今度は間違いない。約束は守ったよ。約束は、うん。これだから、まあ、そのお金をあれして、で、話をして、もう始まる、もういきなり。いきなり始まるんかい。考える。どうやってた？考える間もない。どうやって届ける？お前らは下がれ。金は置いて下がるんだ。誰をよこす？おかしな動きをしたら残った人質を撃つ。いいだろ、誰をよこす？ちょっと待って。ミキだ。ミキという男が、金を取りに行く。お前たちは離れたろ。20メートルは下がるんだ。いいな。まただぞ。やばい、早い。ミキが出て行っても、人質はまだ3人。誰を解放してくれる？教えてくれ。ミキさんが金を届けたら誰を解放してくれる？ミキだ。金を持って中に戻り。面倒なことはやめよう。どうする気だ？簡単だよ。金はこっちの人間が運ぶ。だから、誰に届けさせるか。もちろん武器は持たない。これでどうだ？まあいいだ。
決まりだ。誰が届ければいい？車を届けた女だ。あの女に運ばせろ。ダメだ。神崎か、それはダメだ。なんだと、選べって言ったのはお前だぞ。やっぱり何か企んで、こっちに選ばせる気はないんだろう。見えすいた嘘、違う。そうじゃない。1億円ってのは結構重いんだ。女性一人で運ぶのは無理だ。野村という捜査官が神崎と一緒に運ぶ。それでどうだ。バカバカしい、一人増やせなんて誰が頼んだ。俺は最初から一人で運べて。興奮するな。落ち着け。落ち着いて話そう。黙れ。俺に差し進んだ。人質がいるんだ。無茶はしない。信じられるか。やっぱりお前何か企んでるな。人質がいるんだから。無茶はし、え、普通に、な、夜は雨、ちょっと否定する。夜は雨になるが。俺はただ金を運ぶ話をしてるだけだ。勘違いをしないでくれ。いいが、吉岡、考えすぎるな。怖がる必要なんだ。怖がってんじゃねえよ。バカにすんな。こっちは一人。気持ちはわかるよ。お前の気持ちはわかる。立てこもってるんだから。ナーバスになるな、当然だ。だから落ち着け。もっと冷静に話をしてくれ。うるさい。俺は臆病者じゃない。なだめましょう。俺はその気は人を殺せるんだぞ。お前が臆病者だと。言ってない。少し神経が過敏になってると言いたかっただけだ。気に触ったんなら謝るよ。すまなかった。頭を冷やして話さないと不幸な結果を招く。いいか、お互いにだ。俺もできるだけ冷静に話す。だからそっちも興奮しないでゆっくり話してくれ。俺は冷静だ。興奮して議論を吹っかけてんのはそっちだろ。そうかな。お前が俺に余計なプレッシャーをかけてるんだ。俺はこれ以上面倒な話をしたくない。信じてくれ。俺はお前を助けたいんだ。俺を助ける？無責任に助けるなんて言うな。お前が心配してるのは人質のことだけだ。人質、俺のことなんか何も考えてない。そんなこと、甘えるんじゃねえよ。自分が何をやったか胸に手を当てて考えてみろ。うわ、これ違うんじゃないか。お前は犯人なんて分かってんのか。言われなくてもそんなこと分かってるよ。俺は犯人だ。やったのは俺だ。そうだ、お前は犯人だ。そして俺は交渉人だ。この困難な状況を一緒に打開しようじゃないか。金は俺が一人で届ける。いいな。それでいいな。どうだ、本気で言ってるのか。ああ、本気だ。いいだろう、よし。ただし、お前一人で来い。いいな。一人で行くよ。よし。必死。必死だわ、もう。音声はどうするの？盗聴器を持ってる。中村さんと神崎は、指揮者に戻って、音声を確認してくれ。野村くんはここで待機。人質が出てきたら、覚悟してくれ。わかりました。さあ、どうだ。俺が届けるってことでいいな。俺が届ける。これの話をするためにすごい時間かかったね。そこに行くまでにさ。入ってくぞ。風は止んでます。ゼロです。一応さ、あのなんかあったよね、あの洗濯するやつが。あの突入の合図のやつあったじゃん。突入というか狙撃のやつ。それは選ばなかったですから。いや、選んだらどうなるのかも気になるけどね。それはそれでちょっと気になるけど、今となっちゃう。もう必死だったから。止んでます。ゼロです。見えた。犯人が出てきた。撃ちますか。おい、ちょっと言ってないよな。俺言ってないぞ、あれを。いや、待て。ああいう言葉言ってない。鬼塚の音声は聞こえるか。まあ、まだ終わってねえからな。
聞こえます。合言葉を聞き逃すなよ。はい、大丈夫です。ケイチさん、助けてください。騒ぐな、それを開けろ。あとは鬼塚さんがやってくれるんじゃないのか。いいだろう。数えなくていいのか。あんたを信用するよ。グズグズするな。こいつの体を調べるんだ。あ、やばい、盗聴器が。やばい。もうやばいんじゃないか。盗聴器が、どうした？何か持ってるのか？どうしたんだ？答えろ。何も、盗聴器を持ってるよ。ま、変にだから、もうこの人の場合はそうだね。もうこの人の場合は、もう変な、嘘をつかない方がいいから。正面切って言った方がいいから。持ってるよ、盗聴器。出せ。ほら、取れ。どうしてこんなものを持ってる？あそこの大きな車で音声を聞いてる。俺はあくまで交渉担当だ。決定権はない。二人で話すと言ったよな。ああ、言ったよ。じゃあこれでいい。ゆっくり話そう。人質の解放が先だ。話が終わったら一緒に出ればいい。人質の解放が先だ。分かったよ。俺も約束は守る。ほら、行っていいぞ。まあ、ミキはね、別にいいでしょうね。鬼塚さんのミスね。わざわざあんな大きな盗聴器を持っていくなんて。これ、ひょっとして、この盗聴器は、あれじゃないですか。カモフラージュで、実は本当の盗聴、本当にもっとちっちゃい盗聴器持ってる。違うよ。やっぱりそういうことか。やる。やるわ。予定の行動だ。あれはダミーだ。犯人が盗聴器を発見するよう仕向けた。自分で壊したから、犯人も安心して話せる。でも音声は？約束は守った。どうだ？見直したか？いや、守ってくれると信じていたよ。交渉のペースはお互いの信頼関係だ。シャツの襟元に新型を仕込んでやる。そっちが本戦だ。やりおるわ。そっちもきっちり約束は守ってもらう。いいな。車に仕掛けた盗聴器は？今は切ってる。あの場所じゃ音を拾えない。もちろんそのつもりだ。誰も教えてくれなかったわ。神崎さんには誰も言ってない。すまない、時間がなかった。神崎、静かにしよう。人質は残り3人。最後はセスナだったな。そうだ、いつ用意できる？何人連れて乗る？三人とも連れて行く。どこに？どこに？セスナに乗せて、どこに連れて行く？お前に言う必要はない。セスナはいつ用意できる？明日の朝だ。遅い。朝にしか用意できない。なんとかしろ。なんともならない。用意できるセスナは、四人乗りだ。パイロットと、お前で二人。だから人質は二人。誰と誰を連れていく？俺は、やむを得ないことだよな。この子は許してもいいだろ。許す？そうだ。許してやれ。金に目がくらんだだけだ。何の話だ。本名は杉浦めぐみ。金子ゆかは偽名だ。こっちはわかってるから。わけのわからないこと喋るな。はじめはわからなかった。夏子を拉致したときは、俺たちに見られたから逃げたと思った。でも勘違いだった。お前は俺たちから逃げたんじゃない。はじめからここに突っ込むつもりだった。夏子をここに連れてくるつもりだった。面白い話だな。どうしてそう思った？和也君から聞いたよ。結婚詐欺の首謀者を一人で探してるってな。
あいつは裏切り者だ。警察なんか頼っても無駄なんだよ。鈴木不二雄、35歳。事務所の奥に転がってるあいつが黒幕だろ。どうしてわかった。俺は和也に何も言ってない。黒幕がわかったら行動する。和也くんにそう予告したはずだ。桜井雅子が夏子に初めて紹介した男は鈴木不二雄だった。鈴木は政財界とも太いパイプを持ってる。お前は車で突っ込んだ後迷わず奥の事務所に行き何も言わずに鈴木を殴った。そういうことなんだろ？はじめに全員の目の前で暴力を行使する。暴力で人を支配する時の鉄則、まるでテロリストだな。そんなつもりはない。そうだと思った。じゃあなぜいきなり殴ったか。答えは簡単だ。怒っていたからだ。でも殺さなかった。鈴木はまだ生きている。そうだな。そうだ。夏子も生きている。ああ、殺していない。吉岡さん、世の中には2種類の人間がいる。人を殺す人間と人を殺さない人間だ。君は殺さない。一緒に解決しよう。まだ大丈夫だ。俺はフリーの交渉人だ。警察官じゃない。逮捕もできない。一緒に考えてみないか。人質を道連れにセスナで暗い海にダイブするよりはマシだ。あそこを見てくれ。あ、それで記者呼んだ。そうか。毎朝新聞の記者だ。彼女に詐欺事件の全貌を書いてもらう。鈴木は一橋銀行頭取の御曹司だ。もみ消されるよ。ここまで派手な事件になれば隠蔽工作はできない。桜井雅子はどうなる？必ず警察が捕まえる。ここまでの山になったんだ。やるでしょうと。原夏子も金子由香も起訴されるだろう。夏子は元の夏子に戻れるのか。そうだな。戻れるかもしれない。夏子が昔の夏子に戻るならどんなことでもする。分かってくれ。よりを戻したいって話じゃないんだ。俺は見届けるだけでいい。十分分かってるよ。あなたはそういう人なんですよね。だが、その前に君も原夏子も罪を償う必要がある。自分たちの力で問題に立ち向かうんだ。どんな結果が出ても何もしないで海に沈むよりはマシだ。そうだとは思わないか。吉岡さん、セスナはもういらないな。ああ、いらない。終わったな。終わりましたね。よう、片桐。お疲れ様。ああ、俺たちの出番がなくて、何よりだ。鬼塚だっけ？あいつによろしくと伝えといてくれ。わかった、伝えとくよ。じゃあな。さあ、行くぞ。はい。この人たちが出てくるパターンもあったのかもしれないですけどね。お、逮捕したじゃん。よかったわ。思ったより早く釈放されて。はい。人前だから当然といえば当然だ。お姉さんは？罪を認めました。初犯だから執行猶予がつくと刑事さんが言ってました。ああ、まず大丈夫だ。元気づけてあげてね。もちろんです。鬼塚さん、吉岡さんはどうなるんでしょう。あれだけの事件だから実刑は免れない。面会に行きます。そうしてやってくれ。僕は本当に後悔してるんです。初めから鬼塚さんに正直に話していれば、事件は起こらなかった。吉岡さんを精神的に追い込んだのは僕なんです。それは違うな。
彼は君を利用した、被害者は君の方だ。そうだね、明らかにそうだ。そうでしょうか。そうだよ、吉岡さんを助けたいんです。僕にできることはあるんでしょうか。話し相手になってやればいい、それだけで十分だよ。もう面会がね、普通に一番いいんじゃないか。わかりました。ああそうだ、これが例のデータです。ダウンロードしてきました。いいのか。ええ、構いません。聞いたら捨ててください。ん？それなんだ？和也くんのご両親が最後に残したメッセージだ。え？飛行機事故の？そうだ。遺留品の携帯電話に音声が残されていた。どうしてこれを？以前和也くんから夏子さんに伝言を頼まれたことがある。携帯の言葉を聞き直してほしい。あ、これのことだったんだ。それが何なのか気になって頼んでたんだ。それがこれ？そうだ。夏子、和也、聞いてくれ。父さんだ。今飛行機に何か大きなものがぶつかった。少しずつ落ちてる。助からないかもしれない。これ、なんか証拠になるんじゃない？夏子。お前は昔から頭のいい子だった。いつもお前の周りには笑い声が絶えなかった。素直に育ってくれたと思う。これからもみんなに愛されて生きていけると思う。でも一つだけ注意してくれ。これを聞かせたかったんだな。美しいもの、上等なものに惹かれる。その気持ちはわかる。だがお金は湯水のように出てこない。私たちがいなくなればローンの穴埋めもできなくなる。あの、その時からそういう感じだったんだ。だからお金には十分注意してくれ。私たちは裕福ではないが貧しくもなかった。母さんも私も十分幸せだったと思う。お金がなくても幸せになれることを分かってくれ。それから和也、お前は昔から繊細だった。人の気持ちや心に対してとても敏感な子だった。いつも優しい気持ちで人に接していることを私たちはよく知っている。だが生きていくためにはもう少し強さが欲しい。優しい気持ちは大事だが、時には強い心を持って厳しく接することも必要だ。もっと強くなって夏子を守ってくれ。ね、私たちはいないから二人で頑張ってくれと。だから言っておくわ。私も父さんもあなたたち二人のことが何より大事。いつだってどんな時もよ、あなたたちがいたから私たちは幸せだった。そのことだけは忘れないでね。元気でね、和也、夏子、元気でな。すごい、なんて言えばいいの、言葉が見つからない。そんな時は何も言わなくていいんだ。エピソード1、二人の世界、エンド。はぁ、なるほど。すごい。まあだから、あれを聞いて欲しかったんですね。だから、和也さんとしては。聞いてくれと言ってましたもんね。なんとか、変わってほしいと、いうことで。なるほど、すげえ勝ったなぁ。いや、多分、結構分岐もあったような気がするんですよね。多分ですけど。だからね、ちょっといろいろ、いろんな可能性が、俺のだって、交渉の時の言葉選びで、ああいう風になってたって思うから、いや、いろいろ、気になるところはありますが、でもまあなんとかやれたからね。いやでも面白いっすね。っていうか、普通に面白い。これは次のやつも気になるけども、今回はここで終わりたいと思います。
うんうん。なんかでも普通にいいエンドだったね。だから、俺は満足です。そうだね。なんか全然、こう、人質撃たれたりとか、吉岡さん撃たれる可能性もあったりとか、まあ、小山田が邪魔し、わかんない。小山田はどうかわかんないけど、いろいろな可能性はあったでしょうね。まあまあまあ、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。